おはようございます。本日はお足元の悪い中お越しいただきありがとうございます。資料の配布が遅れたのは僕のせいなので、責めるなら僕を責めてください。ちょっと昨日の夜ぐらいにすりますかって言われたんですけど、なんかどうしてもはいっていう勇気が出なくて、もう一日待ってくださいって言って結局何も直しませんでした。で、川岡新平です。で、ちょっといろんな深い理由があって、いろんな人は僕のことをチャーリーというふうに呼ぶので、まあ、気軽にチャーリーと呼んでいただけたら、嬉しいです。もう先生という柄では全くありませんので、よろしくお願いします。で、今 JST のエラートで佐藤ライブ予測制御プロジェクトっていうプロジェクトの中に、コンテクストバイオロジーグループっていうグループをグループリーダーとして持ってます。もう一つの肩書きは清華町にある ATR っていう研究所の中の、主任研究員です。で、ちょっと自己顕示欲が強いので自己紹介をさせていただきたいんですけれども、で結構冗談とかこう言おうとしなくても言ってしまうんですけど、まあ、できれば笑っていただければ嬉しいです。2012年に、ここ東大の農学部で生殖細胞ゲノムを守る小さな RNA に関する研究で学位取りました。で、この時から後で話しますけれども、アグリバイオインフォマティクス養成ユニットの唐田先生のところに出入りしてインフォマティクスを勉強しました。で、2012年からの2年間はアメリカのニューヨークにあるコールドスプリングハーバー研究所というジム・ワトソンがいるところで、ポスドクをして、その時に、白血病細胞におけるクロマチン制御因子の機能解析っていうのをしました。で、ここでは、かなりウェットの実験と、チップシークとか RNA シークの解析を組み合わせて、実験屋として何が気になるかとか、インフォマティクスをやってる時何が気になるかみたいなことを勉強して、2014年の4月から現職です。で、さっきも話したんですけど、インフォマティクスに関わり始めたのは、D1 ぐらいの時 で扱っていた小分子 RNA の解析にどうしても次世代シーケンサーとインフォマティクス解析が必要だったので、ちょっとやってみたいと。で、当時の噂で、欧米ではかなりこの技術発展に伴ってインフォマティクスのトレーニングが進んできていると、こういう感じでこうどんどんみんな授業を受けてみんなできるようになっているって話があって、使わないといけない研究分野においてはもうそれが分からないということがかなり大損なんじゃないのっていう構図がなんとなくできつつあったので、アグリバイオの門を叩いて、これちょっと今の僕とだいぶ違うのはアメリカから帰ってきて痩せたからなんですけど、唐田先生の教えを受けて、インフォマティクスを学びました。で、始める前の実験だけやってた時の印象っていうのは、データ取ってポチッとしたらデータが出るとか、またコンピューター任せなんで間違ったりすることはないとか、今日のチップシークなんかに関しては最初方法論っていうのは完璧にこう確立してて、なんか気になるところとかなくて、実験してポンとデータ流し込んだらドワーッと知りたいことが出てくるのかなと思ってたんですけども、実際やってみたら全然実験と変わらないなということが分かってきました。で、説明書、つまりプロトコルを読みながら自分の知りたいことを目的に応じて、ちょっとずつ対応していく必要がある。で、心配することっていうのも自分の実験の中身によって随分変わってくるし、例えばダイナミックレンジはどうなのとか、そういうことが気になる。あとは簡単にできると思ってたんですけど、ヒューマンエラーの入りうる余地がいろいろあって、こうちょっとファイルの名前書き間違えたりとか、そういうことあるんだなっていうこととか、あとは方法論を研究している人がいて、日々こう開発が進んでると。なので、そっちをキャッチアップしていかないと結局何をしてるのか分かんなくなっちゃう。つまり現行の方法だけで完璧っていうことではないんだなっていうことなんかを勉強しました。で、今日の実習の目的なんですけども、僕基本的にはウェットの、ベンチに座ってこうガチャ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 実験をするっていうところから、唐田先生に習ってインフォマティクスっていうのをやるようになって、今実際は一通りの解析は一応できるつもりになってるんですけども、開発してるわけではない、そんな実験者で、インフォとしてはプロフェッショナルというよりは、エンドユーザーとして使っているっていう立場から、そういうチップシーク解析で気になってるとことか、心配してるとことか、ミスるところみたいなのを皆さんとシェアできればいいなと思ってます。あとチップシークの解析、RNA シークもそうですけど、分かることと分かんないことがありますので、どういうことが分かんなくてどういうことが分かるんだ、どういうところがかゆいところなんだっていうのを、ぜひシェアできればいいなというふうに思います。で、なんか分かんないことあったら聞いてください。僕ちょっと喋るのテンション上がってくると早くなるので、早かったら止めてください。で、目次なんですけど、まず最初にチップシークってなんだっていうことを話して、その後チップシークのデータの見つけ方、手に入れ方、あとはその見方、いろいろっていうのをやっていきます。で、チップシークってなんだって言いますと、これ後輩の女の子が作った図なんですけど、僕らの細胞の中にあるゲノム DNA っていうのは、かなり
高度な感じで折りたたまれています。なんか伸ばすと2メートルぐらいあるって話なんです。それがこう高度に凝集している。でその凝集しているのは紐だけで凝集しているんじゃなくて、いろんなタンパク質とくっついて折りたたまれているわけです。で最も代表的なのはこのヒストンっていうオクタマーで動くタンパク質で、そこにこうくるくる、確か一巻き147文字ぐらいの単位でこうくる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 巻きついている。でそのくる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 巻きついているやつがまたバッタンバッタンと折りたたまれて、まあ、すごい圧縮された、情報が圧縮された状態になってます。でその情報がどう読み出されるかっていうことに、その DNA がくっついているタンパクがどんな性状かっていうことが、まあ、すごい大事だっていうことが分かってます。例えばタンパク質 A がそこにあったのならば、そこの DNA はよく転写されてますよとか、タンパク質 B がそこにあったんだったらその遺伝子は転写されてませんよとか、まあ、そういうことが分かるようになってきました。というわけで自分の興味のあるタンパク質、代表的にはヒストンとか、まあ、クロマチン結合タンパク質、あと DNA にダイレクトに結合する転写因子が、まあ、ゲノムにどのように極在しているかということを、これ言っとかなきゃいけないですが、ある程度の解像度で調べることのできる方法です。で具体的には、まあ、抗体を使うわけです。細胞を取ってきて、タンパク質と DNA がくっついた状態が今皆さんの目の前にあるとして、でタンパク質 X がくっついている DNA を持ってきたいということで、いろいろやって抗体を放り込む。でその抗体がタンパク質 X にくっつく。でそのくっついたものを、まあ、マグネットビーズとかにこう落としてきて、でどういう DNA が落ちてきたかっていうことを次世代シーケンサーで、まあ、次世代じゃもうないですけど、そのシーケンサーで確認するというような実験になります。で今日の方針ということで、どんな時に何のためにも今話していることですけど、どういうふうにチップシーク解析を行うのかっていう、まあ、僕はそういう動機づけとか原理のうんちくがすごい好きなので、そこの部分をちゃんと話しながら実際の解析をしていきたいと思います。なので、まあ、せっかくなので結構身近な話題を使って問題を設定して、まあ、ぜひとも実際研究しているようなつもりになってやってみていただけたらいいなと思います。で、まあ、解析の流れですけれども、まあ、他のと似てますが、データの取得とクオリティチェック、マッピング、そしてそのチップシークの基本的な特徴付けで、チップシークで一番大事なのは、そのタンパク質がどこにいるかっていうことを、そのタンパク質がくっついている DNA がどれぐらい落ちてきているかっていうことで定量する実験なわけなので、どこら辺に溜まってるか、ゲノムのどこら辺にタグが溜まってるかっていうエンリッチメントを見てやらなきゃいけない。でピークコールっていうんですけど、そこのところをやっていきます。で後半では、じゃあ自分の知りたいタンパク質がゲノムにどういうふうに極在してるっていう、その位置情報が分かったら、今度はそれはどんな場所なのか、例えば転写開始点なのか、遺伝子のボディなのか、それとも他のタンパク質と一緒にいるのかどうかみたいなことをやっていく。その後モチーフ解析とか強極材解析をやっていきたいというふうに思ってます。でさっき話したことですけど、せっかくなんで、まあ、流行ってる iPS 細胞とかに問題を設定しようかなと思います。で iPS 細胞、皆さんご存知の通り、例えば繊維芽細胞とかも分化してしまった細胞にある種の転写因子、転写因子っていうのは自分がどこに行けばいいか知ってる DNA 結合タンパク質のことで、まあ、転写因子4つ、いわゆる山中因子、オクト4とか、MIC とかを放り込むことによって細胞初期化できると、そういう現象です。で今日の実習では、そのいわゆる山中因子の中から、オクト4と MIC っていう2つの因子を選んで、その因子が実際に実験をした人、分化した細胞にその2つを放り込んだときに、その2つが一体どこに行ったんですかっていう論文があるので、まあ、それをぜひ再現してもらいたいなと思います。で使う論文は一応、なんでこれにしたのかと言われるとそんな理由はないんですけど、これにしようと思います。繰り返しになりますが、まあ、ちょっと実験してるつもりになって、分化した細胞にこの山中因子をバンと放り込んだ iPS 細胞を作りました。iPS 細胞を作ったってことは、まあ、核の中でなんかダイナミックに何かが起きたということなわけで、皆さんが放り込んだ転写因子が、まあ、ゲノムのどっかに行って何かしたからそうなったわけです。だから動機としては、そこのどこに行って何をしてるのかっていうことを知りたいということになります。でまあここからの話で、そもそもチップシークデータっていうのはどうやって見つけるのかっていうことを簡単に話していきます。で一つが、まあ、誰かがやったデータを手に入れて解析する。でそれを解析して、例えばゲノムブラウザーなんかをチェックしてみる、まあ、そういう方法もあるし、まあ、多くの場合は自分で実験をしてデータをゲットすることになります。で例えば、論文で見つける場合、今の論文だとメソッドのところちゃんと見ますと、ここのところに、アクセッションナンバーズっていうのがあって、まあ、チップシークなり RNA シークなり、シークエンス解析をした論文っていうのは必ずこのアクセッションナンバー、つまりデータに ID をつけて、それを誰もが見れるところに登録しなきゃいけないという決まりがあります。もし自分の興味のあるテーマがあって、その論文を読んでいて、その論文の中身を知りたいなと思った時は、
こういうアクセッションナンバーを見つけてやって、この GEO のデータベースだったり、まあ、日本だったら DDBJ とかそういうところのデータベースに行くことになります。で、他の方法としては、まあ、こういうデータベースで検索するという方法があります。で、ネットつながってると思うので、GEO というふうに打ち込んで検索していただくと、まず最初にあのゲームソフトのページが出てきちゃうんですけど、そのゲームソフトのページに行かないで、この GEO の Gene Expression Omniverse というページにちょっと行ってみてください。で、そうすると、まあ、NCBI のページなんですけど、今こういうふうに見てるページに、まあ、多分出てくると思います。で、見つからない方はちょっと行っていただければ、誰かが見つけてくれるはず。で、例えばですね、ここになんか自分の知りたいタンパク質の名前とチップとか、まあ、自分の知りたい細胞の名前と RNA シークとか、まあ、入れて検索していくわけです。で、今回の場合だったら、まあ、iPS 細胞で OCT4 のことを知ろうみたいなふうに思ったら、まあ、例えば iPS OCT4 みたいにここに入れて、検索してみてください。で、そうすると、この雷ですね、この実験をした、それあるいはそれを含むような、論文あるいはそのデータのアクセッションっていうのが出てきます。まあ、こんな感じで、でもしかするとこれをやった時から追加されてるかもしれないんで、1番目が同じになるかはちょっと分かんないですけど、まあ、いろいろでデータを見ていくと、さっき僕が紹介した論文のやつはこのタイトルになってるやつで、と山中ファクター OSKM ファクターズコーペレーティブリーエンゲージクロマティンというやつで、まあ、こういうのを見つけることができますので、これをちょっとクリックしてみてください。なんか見つかんない方とかいますか？大丈夫ですか？で、そこをクリックしていただくと、どういう実験したかっていうことが、まあ、出てくるわけです。ちなみにこのタイトルと論文のタイトル違う時があるので、まあ、それはあんまり気にしないでください。で、例えば、サンプル何だったか、こうやったらヒューマンのサンプルを使ってますよっていうことが分かりますし、あと実験のタイプ、つまりゲノムバインディングチップですよっていうことが書いてあります。で、簡単にサマリーがあって、セルをリプログラミングするのは、転写因子が必要 でそれには OCT4、SOX2、KLA4、CMYC っていう4つのファクターが必要でみたいなことが書いてあります。で、その下の方を見ていくと、そのチップシークの実験をどういうフォーマットでやったかっていうことが、出てきます。ですね、これちょっと今日強調しようと思ってるんですけど、このチップシークっていう実験は結局自分の見たいタンパク質がどこにいるかっていうことを、タンパク質を引っ張ってきて、そこにくっついている DNA がどう極材しているかということに移し替えて調べるわけ。大前提っていうのは、自分が使っているタンパク質を引っ張ってくるための抗体がちゃんとしてますかっていうことなんですね、実は。で、例えば抗体って完璧じゃないので、もう川岡に対する抗体入れて実験して落としてきているものを調べたら、カロス先生が入ったりするわけです。で、そういうものをしっかり検証した抗体が使われているかっていうのが、まあ、こういうところ見ると書いてあるので、まあ、そういうのをやっぱちゃんとチェックしなきゃいけないです。で、ちなみにヒストン、いわゆる DNA が直接巻きついているヒストンに対する抗体っていうのは、まあ、僕みたいな細かいことを言う人たちがいっぱいいて、まあ、かなりちゃんとチェックされているものがほとんどなので心配することないですが、こういう転写因子とか、あるいはあんまり研究されてないタンパクのチップシークのデータを見たときはちょっと気をつけないといけないです。で、今本筋はデータをどうやって見つけるかっていうことなので、そこに戻りますと、まあ、こういうページを見ていくと、下の方に、まあ、サンプルの名前とかデータタイプみたいなのがあります。これだったら SRA、BET、あとで全部説明しますが、でそれクリックすると、なんか人によっては分かりやすいんですけど、人この場合ちょっと分かりにくくて、こういうふうにこうフォルダがいっぱい出てくるはずです。でこれだけだとちょっと分かりにくいです。例えば今 OCT4 のデータ取りたいのに、中には MYC のデータが入ってたりするかもしれないんで、まあ、ちょっとページ戻って、個々のこのサンプルズっていうところを叩いてもらって、ここにちゃんと OCT4 はこれですよとか、 SOX2 はこれですよとか、 KLA4 はこれですよみたいなことが書いてあるページがあるんで、そっちを叩いてみてください。例えば OCT4 ならこのページに行くはずです。で、この説明書きとか、どういうセルラインを使ったかとか、そういうことっていうのは全部書かなきゃいけない決まりになっているので、これちゃんと書いてあるはずです。で、たまにあるその変なチップシークデータって結構あるんです、真面目な話。で、そういうのを見つけるときのまず最初の方法は、こういうのがちゃんとしてないやつ、なんかコントロールがないやつとか、抗体の番号書いてないやつとか、セルライン書いてないやつとか結構いっぱいあって、でそういうのは大体解析すると、みたいな、
ていうのが出てきます。で、後でこれも紹介しようと思ってるんですけど、生データを解析して自分で作った図と論文の著者が出している図の間に何か大きな差がある時っていうのも結構あって、もうなんかもうみんな、ね、なんか最近いろいろあるかご存知だと思います。いろんな人がいろんなことやるので笑いましたねその辺は注意しなきゃいけないっていうのは、強調させていただきます。で、まあこれはかなりちゃんと書いてるなって思います。セルタイプ、ファイブロブラスト、繊維が細胞です。とにかく分化した細胞です。そこに、薬依存的に転写因子の発現をガンと上げてやって、その後48時間待って、チップのアンティボディっていうのはこれを使う、ちゃんと書いてありますね。アブカムっていうメーカーのこのナンバーの抗体を使いましたみたいなことか、まあ、こういうの書いてある人のっていうのはまあ結構信用できます。で、このページも下の方を見ていくと、まあ、こういうデータがありますよみたいなことがちゃんとまあ書いてあります。で、この一番上の、SRA エクスペリメントって書いてあるやつが、生です。大元で、ベッドっていうのは後で説明しますけど、すごい便利なファイルで、まあ、何がいいかというと、まあ、軽いっていうのもいいんですけど、まあ、そういうのも載せてくれてる人はいます。で、ちょっと今日これ実際にクリックしちゃうとものすごい重くなるので、ちょっとクリックはしないでやってるつもりで、資料には書いてあるんですけど、まあ、そこじゃあクリックするとダウンロードしますかとか聞かれるので、オクト4の、チップに対応する ID のついた SRA データをまあこうやってダウンロードするわけです。これやると重いんで、まあ、やっちゃったとしても止めてくださいね。あとはなんか Linux を使われる方とかで、まあ、作業スペースに直接ダウンロードしたい場合とかだと、こんな感じでこのページのところで右クリックなりすると、リンク先の情報をコピーしますかみたいなのが出てくるんで、それをコピーして自分の Linux の環境で wget コピペでやれば、Linux の環境にこうやって落とせます。これはもうお好みで、SRA っていうのはこれもう多分講義で出てきてるんじゃないかと思うんですけど、書いてある通りローデータアーカイブと呼ばれているやつで、重要なのは各シークエンスの各ベースにそのシークエンスのクオリティスコアがちゃんとついているということです。で、これ後で結構使えるケースがあるので、まあ、そういうデータを必ずサブミットしてくださいねっていうことが今かなり決まりになってます。でですね、これ一つ目のかなり大きな強調したいポイントなんで、ぜひ聞いていただきたいんですけど、今見てるデータっていうのはオクト4っていう DNA 結合タンパク質をチップして、つまり引っ張ってきて、そのオクト4を引っ張ってきた中に入ってる DNA がどんなんでしたかっていうことをシークエンスしたデータになります。で、これからそのオクト4がどこにいたかっていうことをそのシークエンスをゲノムにマップしたりして、あ、ここに山があるぞみたいなことをして調べるわけなんですけど、これコントロールがないとまずいですよね。オクト4を引っ張ってきてない時とか、そういう時にシークエンスをした時のタグの分布っていうのがない限りは、そこにある山が本物の山かって分かんないじゃないですか。で、チップシークの場合はこのインプットっていうデータがまあ必ず必要になります。インプットってちょっと名前分かりにくいです。どういうことかっていうと、今この DNA に結合しているオクト4を引っ張ってこようとして、でその実験をする時にオクト4を引っ張ってこないで単に DNA だけ取ってきて、それをズタズタにしてシークエンスするっていう実験をするんです。そうすると特定のタンパク質がくっついてきているところを引っ張ってきているんじゃなくて、僕たちの体の中の細胞の中にあるゲノム DNA をとにかく何もしないでそのまま読むっていう実験をするっていうことです。で、その実験がコントロールになって初めて、ここには確かにオクト4がエンリッチしてますねっていうことを後で議論することになります。で、一応図も作ったんです。これ僕の個人的なプロジェクトの名前だけ消したやつなんですけど、これ後で出てくるチップシークのタグをゲノムに貼り付けて、まあ、どんな風になってるかっていうのを調べているものです。で、このインプットっていうのは今も説明しましたが、抗体を使わないでとにかく DNA 全体をランダムに読んでるイメージ。で、そういう実験をしたら理想的にはどうなりそうかっていうと、タグの貼り付き方にこう山は出ないはずですよね。何もしてないんだから、 DNA だけ取ってきてただ読んでるんだから、2コピーずつしかないんだったらどこを読んだって同じようなシグナルのパターンなんですね。で、ここにもう一個見せてるのはタンパク X、まあ、これはオクト4って考えていただいてもいいですけど、まあ、チップした時のデータで、まあ、それをマップするとこうやってこう山が見つかる。で、みんなこの山をバインディングサイトだ、ここにオクト4がいるっていうふうにジャッジする根拠にするわけです。で、ここで強調したいのは、このインプットっていうのはもしないと、もしかしたらオクト4の抗体使わなくてもここにドコンって山あるかもしれないじゃないですか。そうだとしたら、それが本当にオクト4のシグナルかどうかってことは絶対分かんないですよね。
だからこのインプットのデータっていうのはないとダメです。でチップ SEEK を解析するときのもう一つの見方っていうのは、だから今縦に見てるわけですね。コントロールと実際に OCT4 を引っ張ってきたときのシーケンスタグの分布の違いを調べてる。でもう一個は横に見るっていうことです。これじゃあ OCT4 のチップだけ見て、この周りの領域にそんなにタグないですよね、どう見ても。でこの赤でかかったところでこうズドンって山があるので、なんとなくそれは本物なんじゃないかっていう想像になるわけです。もしこのズドンっていう山と全く同じだけのシグナルがここにこうずっとこっちにもあったら、オクト4がそこにだけいるっていうことは結構難しいですよね。なんか変なことが起きてるんじゃないかっていう話になるわけです。というわけでチップシークっていうのはクロマチン免疫鎮行なので、自分の知りたいタンパク質を抗体使って引っ張ってくるっていう実験なわけですけど、まあ、そういうことをしないで特定のタンパク質を落としてこないで単に DNA を読むっていうインプットの実験っていうのを加えておくのが非常に重要で、そういうデータのないチップシークデータっていうのはなかなか厳しいです。でそういうデータも必ず見つけるようにしてくださいねっていうことになります。はい、というわけでちょっとうんちくが長くなっちゃったんですけど、今のところものすごい強調したくて、結構有名なラボのデータとかでもインプットないじゃんみたいなのよくあるので、そういうデータはちょっと使えなくなっちゃうわけですけど、まあ、そういうのは注意してみてください。というわけで、はい、インプットの応用も結構多いと思うんですけど、はい、例えばいわゆるモック、例えば血清抗体なんかの場合単なる血清で落とすみたいな、あ、それでも結構です。つまり多分これすごい綺麗に見えてますよね。で、あの多分材料にもよると思うんですけど、はい、めちゃめちゃ汚いやつとかあるんですよ。そのピークがこんなに綺麗に見えないものとかがあって、でそういう時にはその、モックでちゃんとを揃えないとインプットだけだとそのピークが本物かどうかっていうのよくわからないっていうことが ありますね。で、あとでその結局RNA-seq とはちょっと違うのは、今おっしゃられた通りで、結構そのピーク本物かっていう話よくあるんですよ。でこれはちょっと今日準備してきたネタなんですけど、だから笑ってほしいんですけど、と僕今ここに iPhone 持ってます。で家には iPad 置いてあって、あの Find iPhone っていうアプリご存知ですか。あの自分の接続して iPhone がどこにいるのかっていうのをこうマップで表示してくれるんですよ。僕この間大阪で携帯タクシーに忘れたんですけど、その時 iPad 持ってて Find iPhone やるとこう奈良の方にこうバーって自分の携帯が返っていくのがよくわかると、まあ、そういうのはありました。でちょっとうちの家族に、まあ、これがあればどこに僕がいるのかわかるよねって話をしたら、うんそうだね、いや怖い時代になったもんだねって言われた。つまりシグナルは iPhone で、 iPhone っていうシグナルを使って川岡がどこにいるかっていうのがわかる。ですけど iPhone のシグナルが出てたからって川岡がそこにいるとは限らないですよね。僕はすごい悪い人で、ここにこう置いて、じゃあ加藤先生あとお願いしますって言って、ね、城ヶ崎温泉とかディズニーランドとかに行ってもいいわけじゃないですか。だからそういうことがあるので、これ実験でもそういうのよくある。とにかくシグナルを通して自分が見たいものをまあ仮にリプレゼントしてるわけなので、そのシグナルが本当にオクトフォーかとか本当にヒストンなのかとか、そういうのを注意するっていうのはチップシークの解析が非常に重要で、その疑いなく全部のピークを信用してしまったりすると、その間違った結論を導いてしまったりすることがあるので、その後でそのピーク本物かっていうのを実験的にどういうふうにやってるかとか、あと今の質問もありましたね、どういうコントロールを取ればいいかっていうのを後で説明しようと思います。ありがとうございます。はい、質問なんですけども、はい、チップした時にあの回収できる、まあ、DNA って結構少ないことが多いと思うんですけど、少ないですね、はい、ライブラリ、すごく細かい質問になってしまうんですが、ライブラリを作る時にこのインプットもあのチップされた DNA と同じ、例えば量に合わせて同じサイクルで PCR 回すとか、そういう工夫っていうのがこうライブラリ作成の時に必要っていうか、そういうところが効いてくるかってご存知でしょうか。効いてくることがあると思います。それは IP している抗体の質にもよりますよね。だからどれぐらいの特異性でどれぐらいの強さで物を落としてこれるのかっていうことにも依存していて、で PCR のバイアス必ずかかるじゃないですか。だからつまりシークエンサーにかける前に十分な量の DNA を持っていればそれでいいんですけど、多くの場合そうではないので、持っている DNA の量をこう増幅させる実験をするんですよ。でその時に全ての種類の DNA が同じ風に増幅されてくれれば幸せなんですけど、結構そんなことなくて、まあ、そこでばらつきが生じることがあって、で今のご質問はそういうのをこうちゃんと揃えて考える必要があるかっていうことなんですけど、まあ、抗体とか材料の質によってはもうイエスで絶対に揃えないと後で間違った結論を導く可能性があると思います。よくだからインプットのピーク出てきたりするんですよ。でそれは何かっていうと、可能性の一つはそういう PCR でライブラリを増幅しているときにそこが
プリファレンシャルに増えてきてしまうサイトだったってオチっていうのは結構あって、まあ、それも注意しないといけません。はい、というわけでちょっとうんちくが止まらないので、まず、先ほど講義の最初に、カズ先生の方からフォルダーカバーから中にこう物を落としていただいたと思うんですけど、まあ、そこに物があるかどうかは確認してください。でもうあるはずなんで、これはやんなくていいです。すいません、さっきのやつでダウンロードできてない人は結構いらっしゃるという話が、あらスタッフからもらったんで一応もう一回送っておきますけど、先ほど CD、WF、MV の作業をコピペしてくださいって言ったんですけど、4行目にシャープのやつがありましたよね。でそれもやっちゃって、コマンドの中身が消えちゃったっていう方が結構いらっしゃったと思います。でそういう方はもう一回その CD、WF、MV も4行目消しちゃってるんですけど、それをやってコマンドのドットテキストの中身があることを確認してください。でそうするとこの後の川岡先生のファスト休校のコマンドとかがコピペでガンガン実行できますので、でこれで言ってることがわからない方は後ろ向いて手を挙げてください。でコマンド .dx の中身があることを確認です。ちなみにコピペという言葉も危険ですよね。なんかちょっと代替用語を開発しないといけない。コピペする怖い怖い。大丈夫ですか？皆さんできてますか？大丈夫ですか？ちなみに僕もなんかそういう基本的な作業が、まあ、最初っていうか今もトラブルことあります。あんまできなくて、どうしたかっていうと、カルロス先生のオフィスに行って後ろに張り付いてずっと見て質問しまくって、なんか邪魔だよみたいなこと言われると、先生は教員でしょうみたいなことを言って教えてもらってました。でなんかサーバー買ってもらったんですよ。でそのサーバー使わせてやるから部屋には来るなみたいな話をされたことまあ冗談はそれぐらいにしといて、大丈夫ですかね。じゃあ、その中に、いろんなデータがあるんですけど、今日はちょっと一つだけファイルフォーマット変換がサイズ大きすぎるのでやらないので説明だけしますが、その SRA ファイルっていうのを、ファスタ級ファイルっていうのに変換するステップがどうしても必要で、それをやるにはまあこういうコマンドを使います。で SRA を自分のところに落としてきて、これを一発かけるだけです。でちょっと大元の SRA ファイルっていうのがどうしてもでかいので、今日はやりません。でじゃあ今頭の中で、シーケンスデータを SRA っていう、とにかくクオリティスコアがちゃんと入っている、リードアーカイブから FASTAQ っていうフォーマットに変換したというふうに思ってください。でその FASTAQ ファイルは、皆さんにお渡したデータの中の、uni.fastaq っていうふうになっているファイルのはずです。それの場所がわからない方とかいたらちょっと言ってください。ちなみにこのウニもなんかこの間北海道に行って食べたウニが美味しかったので、今日はウニ .fastaq っていう名前にしました。すいません、だんだん受けなくなってきた最初から受けてない。データの場所分かりましたでしょうか？そしたら、昨日ちょっと講義でされてるの見たので多分パッとできるんじゃないかと思うんですけど、そのウニ .fastaq っていう、説明するのは前後しましたが、これはOct4のチップのファスタ Q ファイルの中から僕が適当に何行か抜き出してきたテストファイルです。のまずシーケンスのクオリティをチェックしないといけません。で一般論としてその得られた配列の端のクオリティというのは低くなりがちっていうことと、あと先ほどの質問に関連するんですけど、チップシークはどうしても結構こう PCR で DNA を増やさなきゃいけないので、その過程で変なことが起こるとライブラリーの中にこうむちゃくちゃいっぱい登場するようなリードが出てきちゃうことがあります。でそういうのがあるとちょっと信用できないので、そういうオーバーリプレゼントされる配列がないかっていうことをチェックします。というわけで、コピペ用のコマンドの中にもありますけれども、これ例ですが uni.fastaq っていうファイルに対してこの fastaqc を、実行してみてください。一応ここから先のファイルはこの srr445816.fastaq っていう大元のファイル全体でやった、結果とこの uni.fastaq に対して結果を全部並べて表示しますので、まあ、参考にしてください。できましたかね。多分すぐできるはずですけど、ZIP ファイルが生成されるはずです。できた方はその生成された ZIP ファイルを開いていただくと、
中にあの HTML のリンクが入ってるはずなので、それを叩いていただくと結果が全部こうウェブに出てきます。で、まあ、こういうのとかこういうのが、表示されるページになるはずです。ちょっとページのコピー入れとけばよかった、すいません。できましたでしょうか。まあ、基本的にこういうのが役に立つわけですね。ベーシックスタティスティクス、ファイル名と、まあ、例えばウニだったら2万5000リードありますよっていうこととか、あとはコーディングとか、まあ、いろいろ、あとはシークエンスのレンクスですね。36ベースのデータを今日は使ってますが、まあ、一応そういうのが出てくると。でその時 GC 顔料がなんかおかしいぞとか、まあ、そういうことを気づけると思います。で、こっちが、皆さんにお渡ししているファイルに対してコマンドを実行すると出てくる電気ごとのクオリティのデータで、こっちが全体に対してやった時のデータです。同じところを見れてますでしょうか。説明が多分昨日の講義とかと被ると思うんですけど、20より低いようなところにこう黄色のバーが出てくるのはあんまり良くないとか、まあ、そういうことがこれで分かります。でこれ見るとこう全体で見ると後ろの方があんまり良くないんだなということがよく分かると思います。ただクオリティの分布ですね、やっぱり最初と最後のところでなんかおかしい配列がどうしても出てきてしまうっていう、まあもうサンガーの大昔からあるシークエンスとか全部そうですけど、端はだいたいクオリティが悪いです。でこれはちょっとした雑なんですけど、昔はこういうクオリティが低いところをこう自分でトリミングして取り除いてクオリティが高いところだけにして、それをゲノムに貼ったりしてたんですけど、最近はなんか詳しくは分かんないですけど、ゲノムにマッピングする膨体とかのソフトが勝手にそういうのをやってくれて、まあ、あんまりそういうことをする必要がなくなっているので、まあ、実際問題としてはこの FastaQC によるクオリティチェックというのはそんなにこう気にしすぎることはないかなというふうに思います。だからこういうタイミングを自動的にやってくれた時に、こうマジナリ的に使っているオプションとかっていうのはないです。膨体のところで一応説明書いたと思うんですけど、トリミングをしてくれるっていうか、よくマッチするところを、つまりシードのリージョンをこうランダムに探してくれるみたいです。初めレポートに何かどこかに入ってレポートには入ってなかったと思います。はい、はい、で僕ちょっと最初膨体を昔使ってて、膨体を使ってる時はトリミングをしてたんですけど、膨体2はなんかしなくていいみたいなことが書いてあって、ほんまかいなと思ってトリミングしたのとしてないのでやってみたら、確かにあんまり変わらなくて、ああそれは大したもんだと思って、それで今日はトリミングはしてない。でこれもあの先ほど質問していただいた内容と関連するんですけど、チップシークのデータがどれぐらい信用できるかっていうのは、大元のライブラリーの中の DNA の種類数がどんなもんかってよりますね。で RNA シークっていうのはメッセンジャー RNA だけの読んでるわけで、ゲノムの中のタンパク質がコードされている領域って大体 2% ぐらいだと言われているので、たったそれぐらいの領域に対するタグを決めて、だから大体これちゃんと全部読んでくれるわけです。チップシークってもうちょっと領域が広いので、元々の DNA 配列、つまりライブラリーの中に入っている配列の多様性がある程度ないと、これちょっとあんまり全体をカバーしているようには思えないというようなことです。で結局デュプリケーションレベルっていうのは、同じ配列がまあ何回登場したか、つまり具体的には100万リード例えば読んで、100万1リード目に今まで知らなかったやつがどのぐらい出てくるかと、まあ、そういうイメージですけど、まあ、その辺の情報を見て、まあ、1回だけ登場してるやつがこれぐらいでということが分かるわけです。なんかあんまりこうたくさん登場してるものが増えてたりすると、大体その PCR で使ったプライマーの配列が入っちゃってるとか、そういう変なことが起こってます。でこれは一番注意した方がいいやつで、オーバーリプレゼントシークエンス、そのライブラリーの中で妙にいっぱい登場しちゃってるシークエンスっていうのは何か。この場合多分この人たちのシークエンスがあんまり良くなかったのか、 NNNN とにかく何も読めませんでしたっていうのがあるだけなんで、そんな心配することないですけど、 PCR って分かるんですよね。もちろんそうです。その PCR のプライマーダイマー、こっちのプライマーとこっちのプライマーでこれビーって増やして、それを何回も何回も繰り返して、これ全体のコピー数を増やす実験するわけですけど、たまにある悲しいのが、これとこれがこうなっちゃって短いダイマーを作ってしまう。昔スモール RNA のシークエンスをしてた時に、ライブラリー作るのに失敗しなかったんで自分はプロだとか言って、一回だけちゃんとチェックをしないでシークエンスに出したら、ほとんどプライマーダイマーが読めたことがあって、やっぱそういうことあるので、そういう悲しい思いをしないためにも最初のところでちゃんとした方がいいし、今作った後もこれちゃんとチェックしてください。まあ、これは結局ゲノムにちゃんと貼れたリードっていうのはちゃんとしたリードだと思うので、そんなに僕は重視してないファスタ QC の中で、これはまあちゃんといつも見ますということで、これでデータ取得の話とウニ .fastaq をまあモデルデータとして使って配列のクオリティをチェックしましたということになります。
そしたらここで得られたデータをゲノムにマッピングしていくことになります。でこれをで使うのがボータイ2です。ボータイ2ってもう出ましたか？僕も詳しい、そのもちろんアルゴリズムとか分かってるわけではないんですけど、その短い配列をかなり高速に、まあ、ゲノムの中にこう貼り付けられる、なんか割と検索系のシステムをアルゴリズムを使っているものらしいです。であとはよくあるのがソープとか、あとホーマーっていうソフトウェアの中にも、そういうマッピングソフトが入っていることがありますし、トップハットっていうパッケージにもこのボータイが入ってたりします。まあどんなパッケージもそんなにパフォーマンスは変わらなくて、僕の感覚ではボータイを使っている人がすごい多いんじゃないかなというふうに思います。でこれもご存知かもしれないですけど、結局なんか僕もこの使い方よく分かんない、うまくいかないって思った時に、そのボータイ2使うんだったらこうただボータイ2とだけ叩いてこうポンと押すと、こうやってこう出てきたみたいなオプションでどれがどれを意味しますみたいな情報が出てくるんで、困ったらそういうのをやってみるといいと思います。でそしたら実際にマッピングしてもらおうと思います。マッピングも大元のファイルを使うとものすごい時間がかかるので、先ほどクオリティチェックをしたウニのファイルを使ってやってみてください。でこの時に、コピーをコマンド集っていう、皆さんにお渡ししているテキストファイルの中に大体全部のことが書いてあるんですが、実際にマップするときにものすごい時間がかかるので、何もしないでそれをやっちゃうとその間別のことができないっていうことになっちゃうので、僕はすごい好きなコマンドでこのノーホップっていうのがあります。でこのノーホップ、つまり普通に書いたコマンドの頭にこのノーホップっていうのをつけて、最後にこの何ですかね、このマークをつけておくと自分の今やっているジョブを、まあ、バックグラウンドにできます。でバックグラウンドにするとそのボータリーでマップしてる間に何か別のトリミング作業とかそういうのをしてても、まあ、計算機の容量が許す限りは大丈夫っていう利点があるのと、もう一つの利点はこのノーホップを使うとノーホップアウトっていう、まあ、やっていただいたら分かると思うんですけど、その時に起こったログを出力するファイルが出てきてくれるので、まあ、それが記録として役に立ちます。というわけで実際に、ウニ .fastq を使ってマップしてください。すいません、一つ説明忘れました。あとマッピングの対象が全ゲノムにするとこれもまたすごい時間かかるので、今日は後の配列解析で出てくる、染色体17番の配列だけをお渡ししてます。でそれ実際、ディレクトリの中に入ってるはずですので、とにかくこのコマンドを打ってみてください。このノーホップっていうコマンドをやって、はい、まあ、他のことができるようになるっていうのは素敵だと思うんですけど、はい、かえって時間がかかるとかっていう場合はそういうのはないです、はい、僕の、感覚的にはないはずです。もう一個便利な、例えばサーバー環境でやってたりして、まあ、例えばスタバでやってて、でネットワークをどうしても30分後に切らなきゃいけないとかいう時にこうノーホップでポンって投げとくと、その時に自分のサーバーへの接続を切っても計算はそのまま続けてくれる。それもいいところだし、なんか感覚的にはむしろ早いんじゃないかと思う時の方がありますけどね。少なくともすごい遅くなることはないですよね。あります？ないと思います。で、ちなみにそのサーバーとか切らないけどバックグラウンドにしたい時はノーホップ取ってこの後ろのこれだけつけとくと同じことができます。ただそれはそのサーバーへの接続をブチって切っちゃったりするともう止まります。これ同じ専攻でやってた生物統計研究室の林くんっていう学生さんに教えてもらって、っていうか同期の人に教えてもらってずっと愛用してます。まあ、とにかく繰り返しないですが、バックグラウンドにできるし接続が切れてもいいし、ログがノーホップアウトっていうので出てくるので、なんか変なことしてても後でちゃんと分かるっていうのがすごいいいところです。はい、もう一つのノーホップでお聞きしたいんですけど、はい、そのノーホップと新たにその最後にハンドマークをつけるやつの違い、はい、ただ単にどっちもバックグラウンドジョブになるんですけど、最後にこれをつけるだけだとサーバーへの接続を切ったりすると計算が止まっちゃいます。ノーホップをつけとくと、まあ、そこから解析者がいなくなっても計算が続きます。それとあとログが出るかいけないか。あ、そうですね、はい、おっしゃる通りです、はい、ノーホップつけないとログは出ません。はい、ありました。当然そのエラーメッセージとかはノーホップをつけてなくてもちゃんとその場に表示されますけど、なんかこう いろんなことやってる場合にこうそういうのをスクロールしてどっか行っちゃったりするので、まあ、テキストファイルに残ってると嬉しいです。で僕はよくやるのは、その最後にもう計算と終わりました、終わりました、まだ続いてます、サムファイルが最後までちゃんとできてるか、多分そんなに時間かかんないと思うんですけど、ノーホップ.アウトっていうのが出てきてたら終わりだと思うんですけど、
でその中に傍体2が返してくれるリポートが書き込まれるはずなので、多サンプルある場合は僕はよくそのノーホップアウトの名前を、例えばこの場合だったらオクト4マッピングとか名前に変えてサーバーの中に記録を残すっていうのはよくやります。一応、まあ、終わってと見出してちょっとずつ説明しますけど、何が書いてあるかっていうと、まあ、トータルで何リードあって、で何パーセント、これ今お見せしているのは全体のデータをマップしたときに、得られた結果なんですけど、何パーセントのデータがマップされませんでしたっていうこと、何パーセントのデータがリードが1回だけゲノムにマップされましたっていう情報、もう1個は残りは1回より多くマップされましたっていう情報です。でちなみにこれはすごいマニアックな話なんですけど、このゲノムにマップされないリードっていうのは何なのかっていう話なんですけど、まあ、可能性はいろいろあって、外から入ってきちゃった変なプライマーの配送はいろいろあるんですけど、ゲノム配列っていう僕らが持っているものはどうやってできてきたかっていうのを考えると、実はこれなんでなのか分かることができて、2002年ぐらいですか、ゲノム配列読まれた時に何をしたかっていうと、にかくゲノムをズタズタに切って、それを自分が配列知ってるものの中に入れて、知ってるところからどんどんシークエンスを読んだわけですね。でそれを例えば僕川岡新平って名前ですけど、川岡っていうリードと岡新平っていうリードがあったら、それがくっつけられるじゃんっていうことで、あ、ここは川岡新平なんだみたいなことをやってたわけです。ところがゲノムの中に川岡新平っていう名前のところと、例えば片岡新平みたいなところがあったとして、それと岡新平がどっちに行くか分かんないですよね。それに何回も登場する配列というのはアラインできないわけです。だからヒトゲノムの中にもそういう配列が少なからずあって、ヒトゲノムのデータとして入っている配列が僕らの体の中にある DNA 配列全部ではないんですね。ただ実験で取ってきているリードっていうのはそういうところからのリードも含むので、そういうのはデータベースにマップするとマップされないっていうふうに出ちゃうっていう、まあ、ちょっとマニアックな話です。ちなみに今そこに出てるやつは、はい、みんながやってるやつとは違うってことですか？これはみんなが皆さんがやってるやつは違います。最後にスコア出してますけど、3371とか2515とか856って出てくるやつが実際出てくるやつです。そしたらもうできはい、傍体2の場合、はい、マルチヒットしたリードっていうのはどう出力されるんですか？後で解説します。覗きます、いい質問だと思います。ですね、実際これを使ってやっていくわけですけど、後で、実習をやりやすくするためにデータの一部をグレップっていうコマンドを使って抽出してみるっていうのもちょっとやっていただきたいと思います。で論文の図に、クロモソーム17番のデータが登場するので、もう全部クロモソーム17番に話を落として、解析してますが、例えばマッピングして今ウニ .sum っていうファイルができているはずだと思うんですけど、そのファイルに対してここに書いたようなコマンドを実行していただくと、クロモソーム17番にマップされたリードの配列だけを、まあ、集めてくることができます。でもこうやってサムファイルっていうのはこういうふうになってるわけですよね。とマップされたリードの配列とか、とクロモソーム何番にマップされたかみたいな情報がちょっと解像度悪いですけどこの辺に出てきていて、まあ、そこを見れば自分のリードがどこにいるのか分かるので、その行に対してクロモソーム17番って入ってる行だけを取ってきなさいっていうさっきのコマンドを実行すると、自分の解析をクロモソーム17番に落ちたリードだけに絞ることができます。でちょっと、進めていってしまいました。もし早かったら言ってください。でちょっと先ほど質問していただいた内容で、何箇所にもマップされちゃうリードっていうのはどうするのっていう、これも結構大事な話なんで、一応図を作ってあります。と答えとしては、ゲノム中の1箇所にしかマップされない配列に話を絞るのが一番安全だと思います。どういうことかっていうと、ここに今リードが取れて、ゲノムにマップしたらこの3箇所にマップされちゃった、マップされましたっていう時に何が困るかっていうと、このリードが実際どっから来たのかっていうのはもう僕ら分かんない。もしかしたらその3箇所どこからも来てるのかもしれないし、ここからだけなのかもしれない。というわけで問題は、こういうリードが出てくるとゲノムの複数箇所のどこからリードが来たのか分かんないので、どれが本当のシグナルなのかってことが分かんなくなってしまいます。で傍体2ではアラインメントを2回以上されてしまったリードっていうのが、まあ、こうやって、まあ、パーセントで出てくるわけですね。でこの場合だったら、まあ、これだけのリードがユニークではない、皆さんのだったら確か数千のリードがユニークではないみたいに出てくるはずです。最後に答え合わせで出しますね。で
見分け方なんですけど、ボータイ2の出力サムファイルの中に、XS っていう、なんていうんですかね、印がついているリードがあります。で、その XS っていうのが、2回以上マップされたリードのマークです。これただのボータの説明なんですけど、Found other than the alignment reported ってこう書いてあるやつです。なので、XS って書いてある行を取り除いたサムファイルを作ってやれば、1回しかマップされなかったリードだけに話を絞ることができます。で、さっきのグレープで17番のシークエンス、染色体17番にマップされたリードだけ、取ってきたこのクロモソーム17のファイルに対して、WC 行数を数えるコマンドを実行すると、これだけのスコアが出てくるはずです。これも、コッペのファイルに入れといたと思うんですけど、でその中で XS つまり2回以上マップされたとマークされている行数が何個あるかっていうのはこうやってやれば調べられます。で、XS っていうのが入っている行をグレップを使って持ってきて、でその中に何行あるか。で逆にマイナスじゃない。このスラなんだっけなんていうんだっけこれハイフンだハイフン VXS っていうこのオプションを使うことによって XS がない行だけを取ってくることっていうのもできて、その数をこうやって数えることもできます。これが答え合わせで、皆さんが見るべきはこっち。これは一応参考程度に全体のやつを見てるんですけど、この作業をすると、リポートと照合することによって、もともと何リードあって、そのうちユニークじゃなかったものが何リードで、ユニークだったものが何リードっていうスコアが今、ここで出てきてるので、こういう式が成り立つようになってるはずです。っていうのを、今日は、テストデータのウニドットファスタキュットから始めたのに対してやりましたけど、全体に対してやればゲノムの1箇所にしかマップされなかったリードにお話を絞ることができます。いきなり引き戻してエッセンスだけ説明すると、ゲノムに1箇所しかマップされないリードだけに話を絞りたいと。で、 XS って書いてあるやつがゲノムの1箇所よりも多くマップされたリードなので、 XS のところを抜いて XS って書いてない行だけを使いましょうという話です。はい。で、他の方法としては、3箇所マップされたんだったら、ここから3分の1ずつ出たことにしようっていう風な考え方をするっていうこともできて、それをする人もいるし、僕も昔やってたんですが、一番安全なのはとにかく1箇所にしかマップされなかったリードに話を絞るっていうのが一番安全です。で、マッピングはここまでで、間違ったところは後で全部修正します。申し訳ありませんでした。で、ここから先はuni.sum ではなくて、あらかじめ用意してあるインプットとオクト4と cmic っていう3つのサンプルのシークエンスのデータから僕が今の作業をして、クロモソーム17番にマップされているものだけを取り出したものに対して作業をしていくことになります。なので、uni のことはもう忘れてください。で、これからそのチップシークのデータの基本的な特徴付けっていうのをしています。で、今出てきたサムファイルっていうのはシークエンスの名前があって、で一番有益なのは、その XS どこに、すみません、2回以上マップされたかどうかっていうところ、あとはシークエンスの長さであるとかクロモソームの何番にマップされたかっていう情報が、大事です。で、そのサムファイルっていうのはかなりでかいので、そこからファイルフォーマット変換をどんどんしていって、だいたいバムっていうのが出てくることが多いです。で、場合によっては相当したりインデックス化していると。で、後で何かと便利というのは、こういろんなソフトウェアがあってそれを使おうとすると、バムを放り込んでくださいねっていうのが結構多いので、そのファイル変換は大事です。で、ちょっとこれ以上ミスがないことを祈るばかりですが、あらかじめ渡してあるデータセットの中でもうウニは忘れていただいて、クロモソーム17番のインプット OCT4CMIC.SUM のデータっていうのをちょっとあるかどうか確認してください。ありますかね。で、あったら、さっきの要領で、これがもしかするとまたトラブルを生むかもしれない、さっきのやり方と同じ方法、XS っていう書いてあるリードを抜くっていうグレップ V のコマンドを使うことによって、クロモソーム17インプットドットサムからクロモソーム17インプットユニークのユニドットサムっていうファイルを作るっていうコマンドを実行してください。で、それを3つに対してやってほしいです。で、これから先で結構講義の資料の作りとしてなっているのが、
まあ、オクト4を使うとこんな感じになります、こんなコードですってことが書いてあって、じゃあ CMIC に対してやってみてくださいみたいなところがあるので、そういうつもりでお願いします。で、まあ、ちょっとそれをやっていただきながら、これから使うファイルじゃない、ソフトウェアについて簡単に説明します。と、実行したら何ができるかっていうのはすぐ分かると思うので、簡単に説明しますが、これから使う、ソフトウェアというかパッケージの名前は NGS プロットっていうやつです。で、これはフリーに手に入るやつでインストールされているはずです。で、非常に便利で、何ができるかっていうと、チップシークによって得られたリードが任意の座標の周辺にどういうふうに分布しているかっていうヒートマップをかなり簡単に作ってくれる、パッケージです。例えばオクト4のチップシークのタグをゲノムに貼り付けた後に、そのタグが停車回避線の周りにどういうふうに分布しているかっていうのの密度を出してくれると。で、その NGS プロットを入手するだけで、よく使われる座標、停車回避線とかジーンボディとかそういうものは全部パッケージの中に入ってるんですけど、一番便利なのは、その後自分の興味のある座標を自分で手に入れた時に、その座標と NGS プロットを併用することによって、例えば CMIC の周りにオクト4がどんなふうに分布しているかとか、オクト4の周りに CMIC がどういうふうに分布しているかっていうことを調べることができます。で、これのパッケージに使うインプットはインデックス化されたバムファイルなので、これから、このコピー用コマンドに全部、あってちゃんと動くと思うんですが、ファイルを変換していきます。で、ちなみに、NGS プロットを使うときは、変数のエクスポートと R パッケージのインストールをしなきゃいけなくて、R パッケージはもうインストールしたはずの動くはずで、まず、NGS プロットを実際に実行するときは後で出しますが、これをやってください。あ、すみません、さっきのちょっとボータイ2のボータイの話聞きたいんですけど、ボータイとボータイ2はマッピングするアルゴリズムがちょっと違うっていう話が昨日の川本先生の講義でもあったんですけど、最近だったらチップセックっていうと基本的にみんなボータイ2を使うっていうのは、と、まあどっちもまだいると思います。2結構新しいと思うので、まあでもボータイシリーズが多いですね、使ってる人は。あとはとにかくなんかこうパッケージに内蔵されている、マッピングソフトで、よくあるのがホーマーとか。なんか音の聞こえ方変わりましたね。そういうのが多いです。あとはソープ。でもソープ昔使ってましたけど、もうほとんど使ってる人いないので、やっぱ膨体がすごい標準だと思います。基本的には膨体に移行していく傾向が、あ、そうだと思いますね、はい。僕ももう今は膨体2しか使ってないです。そのなんかアップデートされてるのにこう前のやつとか使ってるとなんか言う人いると思うので、結構そういう標準が何かって大事ですね。僕昔なんか自分で勝手に書いたやつで論文を書いて出したら、なんでお前はこのソフトを使わないんだっていうのがこうバーってリビューアーから言われて、確かにこうそういうのなんか大事なんですよね。で、結果全然変わらなかったのに全部やり直して出しました。ボータイとボータイ2の決定的な違いはギャップがあるかないかっていうことなんで、ギャップもなくても大丈夫なのがボータイ2っていうことなんで、あのボータイ2を使わない手はないと、そういうことでいいと思います。なるほど。昨日のアメリエルさんのブラッシュだと、最近はマッピングは EWA の主流だとおっしゃってたんですか。あ、そうなんですか。僕全然使ってないですね。僕もう膨体2しか使ってないです。それはエクソームの場合で、ああなるほど、スイープとかそういうところでやる場合は EWA が実質的にデファクトスタンダードっぽいものになると思います。ただそのイルミナーさんのウィンターとかでも書いてたと思うんですけど、 EWA よりもなんかちょっとまた別のその分野でもどんどん新しいの出てるんで、見てみると結構いくらでもあると思います。僕それ使ったことないですけど、確かにミスマッチとか、SNP とか見たいときは膨体とかでやるといちいち自分でオプション変えて、でそれをこう元データと照合しながら、昔やったことあるんですけどかなり面倒くさいんで、そういうのがあるんですね。他ありますか。もう多分そのままお昼休みにならざるを得ない時間帯になっちゃう。確かに、はい。膨体2の場合、ペアード M と読んだときも片方が読まれなかったりした場合はどうなるんですか。それはサムに、出てくるはずです。
僕ちょっとペアードエンドちゃんと最近やったことないんでちょっと分かんないですけど、なんか分かる人いないですかね。少なくともそれは出てくるっていうのは見ました。はい、ちなみにクオリティフィルタリングのところで、ちゃんと両方でちゃんと生き残るとかっていうような感じであらかじめ前処理をしておくことによって、そのあたりはある程度解決するかなと思いますけど、他ありますか？先ほどそのマップされたものが複数でできたときに、はい、重み付けをできるという話があったと思うんですが、はい、重み付けも、まあ、簡単にオプション設定でできるものなのか、それともなんかいろいろ複雑な処理が必要なのか、もし勝手に教えていただければ嬉しいです。膨体を使ってたときは何箇所マップされたかっていう情報が必ず出てきてたと思うんです。でそういう情報があれば単純に自分で Linux 上で何箇所マップされたかっていうのとリードの数さえ分かっていればその1かけるなんてやるだけでやってました。で膨体2になってからは、そういうの出てこない。そもそもあの方法をそんなにいろんな人は使ってるわけじゃないので、まあもうユニークなのに絞ってやればいいっていうふうに最近はなってます。だ基本的には、オプションでやるとかではなくてちょっと自分でやんなきゃいけないものです。はい、まず Octo4 CMIC っていう2つの転写因子を落としてきたものと、あと IP をしていない、免疫進行していないただの皿の DNA インプットっていう3つのデータに関して、クロモソーム17番にマップされていて、かつ他のところには一切マップされていないものっていうのを取ってきたというところになっているはずです。でその後、先ほどちょっと皆さん作業してる間にバーッと喋っちゃったので、もう一回喋ります。 NGS プロットっていう、パッケージを使ってこれからその今得られたクロモソーム17番にマップされているチップシークのタグがゲノム上クロモソーム17番上のどんなところにいっぱいあるのかっていうことを、調べていきたいというふうに思います。でまずすることは今皆さんが持っている、クロモソーム17のインプット CMIC Octo4 のユニークなもののファイルに対して、サムトゥールズを使ってファイルフォーマットを変換していきます。でこれは、コピペ用のコマンドのところでインプットを例にとってこういうふうに打っていけばいいですよっていうことを3つのコマンドで、記述してあるはずです。ちょっとこういうのも書いておいたらよかったんですけど、そのインプットの部分を Octo4CMIC っていうふうに変えるっていうことによって3つのファイルに対してファイル変換を行ってください。と1つ目がこの SumToolsView っていうものによって BAM ファイルへ変換するというステップです。これはインプットに関してはコピペすればもうすぐできるはず。で他のものに関してもファイル名を変更、自分が持っているインプットのファイル、インプットじゃない、投入するファイル CMIC Octo4 のファイルネームにすることによって動くはずです。で計算が進んでいる方は、まず SUM を BAM に変換してその後 BAM ファイルをソートして、ソートした BAM ファイルをインデックス化っていう3つの作業がコピペのところに3つ並んでますので、それに応じてやっていってください。ファイル変換が終わった方はそのままこことかここにあるように NGS プロットの方に行ってください。で NGS プロットに指定するのは何ゲノム、 HD ってヒューマンゲノムのバージョン19で、例えばマウスのゲノムとかでもだいたい MM9 だとか10だとかゲノム情報どんどん更新されていってるのでどれを使っているかっていうのは注意してください。でそれに対して今これであればトランスクリプションスタートサイトで TSSの周辺どうなってるか見たいのでここに TSS というふうになっていて、そこに対してこの場合だと CMIC のソーテッドバムのファイルをインプットにして、でここは名前ですね、クロモソーム 17CMIC ユニークと TSS という名前にして、そのヒトゲノムにある TSS と転写回線の周辺に CMIC のチップシークのタグがどういうふうに分布しているかっていうことを計算するということになります。でこのコマンドを実行していただくと少し待ち時間があって、とほどなくしてと PDF ファイルが2つとその他のテキストファイルがバッと出てきます。で PDF ファイルの2つのうちの1つがこのアベレージプロットっていうもの、もう1つがこのヒートマップになります。全体 その流れというかその、つながりの話なんですけど、はい、NGS プロットを R 上でこれ見てる
プラグインしているような格好で見てるってこと。ちょっとすみません、分かんないです。どういう意味でしょう。ドット R になってるからと。作業自体は別に R とは関係なくて、R とは関係ない。Linux のコマンド上で Node.js.R っていうコマンドを打つっていう。そうそうそうです。はい。なんかサムトゥールスとか全然同じ。R は関係ないです今。おそらく R は関係ないんですけど、内部で R のライブラリーを内に組んでるようで、その一番最初の何でしたっけ、バイオコンダクターのパッケージを入れとかないと動かないみたいな。あ、そのパッケージはでもう入ってますよね。でこの ngs.r でこける人は最初一番最初にライブラリで確認しましたかっていうので誰も手を挙げなかったんで、もうそれはそのまま進んでいくんですよそこでこけてる人は皆さん自己責任ということになります。もしかこけてる方は手を挙げてください。はい、お願いします。すいません、そう93って何ですか。これもうデフォルトで入ったんで入れてるんですけど、多分変えてもほとんど意味なくて、基本的にはリード長ですね。自分が投げているリードの長さです。今300じゃないですけども、おまじない的なで、横の L がそのウィンドウの長さですね。 TSS 周辺どこみたいな。そうですそうですそうです。例えばこれ、ここの部分、この言うとあれですけど、1000にしていただいても500にしていただいても全然構わないということになります。pdf を開くのは Linux コマンド上じゃなくて、多分このホームフォルダーっていう、ターミナルがあって多分一番上の方にホームフォルダーってやつがあるんですけど、そこからたどっていくと普通の Windows のみたいな感じのフォルダー画面とかになっていくんで、それで行ってください。ちょっと前にも一応示します。ホームフォルダーをダブルクリックして、ホームの川をカービターンして、できましたか。できました。できました。見えました。よかった。たくさんファイルができると思います。で、どのファイルを開けばいいんでしょうか。若先生、アベレージプロットとかヒートマップっていう書いてある、ですね、どこだ。なんかフォルダができるんでしたっけ。これですね。こいつ。はい。はい、これを開くみたいな。例えばオプトコアの場合だとこれを開く。で、それちょっとダブルクリックしていただいて。今ダブルクリックすると私の方ではこう見えました。ダブルクリックしたのは CHR17.OCT4.UNIQUE.TSS.CHIP っていうやつですね。まだ NGS プロットまで行ってないって方ってどれぐらいいらっしゃいますか。あ、まあ結構います。あ、すみません、昨日の解析とかで、例えば ZipSec のリードって統計処理とかするときって、まあ、例えば10万全部やるの多いから10万リードだけやってやることも多いみたいな話があったんですけども、これ NGS プロットに投げるときって、実際の解析のときって大体どれぐらいのリードって投げるの。あ、もう全部です。全部持ってる全部で、今日の場合ですとこれ全ゲノムに対して投げてるんですけど、で皆さんはクロモソーム17にマップされたリードだけ持ってるので、まあ、ちょっと計算が早いで、今クロモソーム17にマップされるやつだけ出てきてる、結果論的にってことになります。ちなみにどれぐらい時間かかるの。マシンによりますけど、 NGS プロットのところまで来れば、まあ、どんなかかっても5分くらいだと思いますけどね。ただその前の今ファイル変換やっていただいたと思うんですけど、あそこをフルデータに対してやると結構そこそこ時間かかりますけど、マシンによりました。講習会とかだとクロスを柔軟だけにしないといけないとか、そういうのは多分
修正していかないといけないんで、結局まあ講習会の資料がちょっとダメになっちゃったりちょっとしがちっていうのはしょうがないんですよ。でクロモソム17したの後でちょっと答え合わせで、この論文の著者たちがこうバンと出しているデータがクロモソム17だったので、まあ、それちょっと見比べていただいてっていう意味でクロモソム17にしてます。で TSS できた方は、まあ、例えばここの部分を TSS じゃなくてジーンボディとかいうふうに変えると、今度はこう遺伝子のボディ全体に対してどういうふうに分布しているかとか、そういうデータも出せます。ちょっともうちょっと NGS プロットをできた方が増えたらデータの見方を解説しようと思います。多分皆さんがそのチップシークが入っているような論文で見るデータの中にこういうのが入っていることはすごく多いと思います。で今はその TSS とかジーンボディっていうのはNGS プロットのベーシックな最初のところを落としてくると全部入っているので、まあ、簡単にこうやってやってるわけです。例えばあの TSS の部分を自分の好きな座標の近くでどうだっていう解析もできるようになるわけで、それ座標さえ持っていれば自分が知りたい中心座標の周りで自分の知りたいタグがどういうふうに振る舞っているかってことが分かる。じゃあちょっとデータの見方を簡単に解説しますと、で今遺伝子の転写開始点トランスクリプションスタートサイトというところを中心にしています。で転写開始点というのはもちろんいろんな遺伝子に対してあるわけなんで、まあ、すごいいっぱいの転写開始点があると思ってください。で頭の中で例えば1万個ぐらい転写開始点ダーッて並べて、その転写開始点からこの場合であればこっち側に3キロこっち側に3キロ離れたところっていうのをこうクラスタリングしてきて、その中で平均何リーズパーミリオンどれぐらいのタグがマップされているかっていうのをまあ平均化して出しているということになります。だからこれはたくさんのローカスのデータのアベレージということになります。でこのヒートマップっていうのはその一個一個の列がまあローカスになっているというふうに思っていただければ、だからこれの積算がこれになるわけですけど、まあ、これを見るとこの CMIC っていうのは転写開始点のところにこうエンリッチしているっていうことがこの筋が出ているので分かりますねということになります。例えばこれもちろん TSS も含むジーンボディですけど同じです。いろんな遺伝子の相対座標を持ってきて、まあ、積算している。で明らかに転写開始点のところにこうビーッとタグがいっぱい集まっているということが分かって、でボディはあんまりないということがまあ分かる。でヒストンちょっとマニアックな話ですけど、ヒストン修飾とかの種類によっては必ずこうやって転写開始点のところにエンリッチしているというものもあるし、ジーンボディのところにこうワッて来ているものもあるし、まあ、そういうことが分かりますという話になります。でこれちょっと今日かなり強調しているつもりなんですけども、じゃあ今オクト4のチップシーク DNA 結合タンパク質を引っ張ってきて DNA 配列を、その引っ張ってきたタンパク質にくっついている DNA 配列を取ってきてそれをマップしたということになりますね。なのでオクト4は転写開始点のところにいたんじゃないですかって話ができるわけで、オクト4がくっついていた DNA 配列をシークエンスしてそれがここにエンリッチしているんだからここにオクト4っていうタンパク質がいたんですよねってことが分かる。だからその時にコントロールどうするのかという話になるわけです。そのオクト4で引っ張ってきてないやつでちゃんとやんなきゃいけないですよねと。で最近論文でよく見るチップシークのデータのリプレゼンテーションで、まあ、結構そういうコントロールなくこうポンってここにエンリッチしてますよって見せちゃうものがあるですけど、皆さんされるときはぜひこういうインプットとかのコントロールをちゃんと入れたデータリプレゼンテーションをしていただきたいなというふうに思います。でもう多分この図が取れている方はやることは簡単で、もう書いておいたらよかったんですけど、ここのコードの CMIC の部分を例えばインプット、今皆さんが持っているインプットっていうファイルに変えれば免疫沈降しないでシークエンスしたタグが TSS の周りにどう分布しているかっていう図が取れるはずなので、それを引き続きやってみてください。あ、はい、チップシークの部分で L を何回やるかっていうのって問題になりますよね。最近はちょっと、エンコードっていうプロジェクトはご存知の方どれぐらいいるかわからないんですけど、はい、ちょっとフルネーム忘れましたけど、エンサイクロペディアオブ DNA なんたらかんたらって、その DNA のとにかく百科事典を作ってしまおうというプロジェクトがあります。すごい大きなプロジェクトです。で何をしているかっていうと、こういうヒストン修飾とか DNA に結合しているタンパク質のプロファイルなんかを片っ端からカタログしようって、チップセークをいっぱいやろうっていうやつ で、その人たちがですね、スタンダードを作ってしまった。で必ず2回はライブラリを作って N2 でやってくださいというふうに
ガイドラインが出てしまっているのでやらないといけない。このインプットも2回やらないといけない。僕はやってます。はい。でそれは先ほども似たような質問があったんですけど、例えば同じ細胞種でずっと研究されてる場合に、なんか昔のインプットのデータ使っちゃえばいいじゃんっていう話ですよね。例えば2014年にインプットとチップしたサンプルあって、2015年誰か学生さんが来てちょっとインプットをもう一回シークエンスした方がいいですかってやった時に、まあ個人的な意見としてはもちろん読むのがベターです。毎回インプットも N2 ちゃんとやってる人はやってます。でもお金かかりますよね。でもしその N を増やしたくない場合、どうしても増やせない場合は、チップセックのデータを1回の実験で出して、でご自身の研究の結論に非常に重要なローカスとか必ず出てくると思うんですね。そういうローカスに対してチップの PCR の方を3回以上かけて、と N1 回でやったデータがこんな感じで、そのデータのこことこことここは自分のローカルなチップ PCR のシークエンスをしない実験でしっかりバリデーションできますよということはやはりやらないといけない。ただなんか最近はそこまでやるなら読んじゃえばっていう、その DNA を作るところまで一緒じゃないですか。シークエンスをしようがそれを PCR で解析しようが一緒のことなんで、まあ、それはよく言われます。でちょっとベラベラ喋りすぎなんですが、その答えとしてはスタンダードとしては2回出しやってください、そうして統計解析をしてくださいというのが今スタンダードになってしまっていると思います。じゃインプット出ましたかね。あ、はい、どうぞ。この場合HG 準拠はどこから読み込んでるんですか。これは入ってます。 NGS プロットの中にあるはずです。あ、そのパッケージの中にもゲノムが一通り今回は読み込んであると、HG19 とか MM とかは入ってるはずです。でそこをもし、別のものに変えたければ自分で作ればいいという話です。なるほど、はい、ありがとうございます。で実際インプットをやっていただく とこの薄い緑の部分も、まあ、誤差みたいなものなんですけど、まあ、ほとんどこう誤差範囲が広くてこうピッというシャープなピークになってこないっていうことが分かると思います。で後で、まあ、こういうデータを重ねるとどういうふうに見えるかとかもやりますけど、まあ、こういうコントロールをちゃんと取って、ご自身が今観察されているタンパク質に対する実験をしたからそうなんだって、こういつでもそうなるんじゃないんですよってことはやっぱりちゃんと確認する必要があります。でこれはちょっと今日は飛ばします。ちょっと僕のスライドこういうのが多くて申し訳ないですが、他のやつもやってみていただくと、まあ、いろいろなことが出てきますが、基本的にはオクト4も CMIC も TSS のところに非常にエンリッチしているというのが、まあ、言ってしまえば答えになります。でインプットはそういうものは観察できませんと。大丈夫ですかね。 NGS プロットのところがまだできてないっていう方っていらっしゃいますか。あ、いた。大丈夫。もうちょっとだけ。これは結局そのなんだっけ、オクト4シーミックの TSS もやって、ジーンボディも全部やれたら OK っていうことなんですか。この件に関しては、もう練習問題的な感じで、ただやらないと先に進めないっていうのじゃないので、もう今日は。であとでそのシーミック、あ、どうぞ。すみません、ちょっとだいぶ戻っちゃうんですけど、はい、ちょっとインプットっていうのはよくわかんないんですけど、コントロールっておっしゃってましたけど、はい、なんかそのゲノムをそのまま読むみたいなこと言ってましたよね。はい、それはちょっと、それってコントロールになるのかな。いや、なんかそのコントロールっていうと、例えばその抗体を入れない状態で同様の実験をしてとかっていうんだったらなんとなくわかるんですけど、なんかゲノムをなんかそのまま読んだらそれは何もピークとか出てこないって当たり前じゃないっていう気がする。それが当たり前じゃないからコントロールなんですね。出てくることがあるんですよ。でそれはそのライブラリーを作ったりする過程でもそういうあるところだけ増やしてしまうとか、そういうのよくあるんです。でインプットのデータよく見てみると、こうピークってあるんですよ。呼ぶ方法はあるんですけど、だその DNA 配列を、まあ、事実として抗体も入れないでとにかく DNA 配列をそのまま
シークエンスした時に均一にならないんですよ。なのでそれは入れておかないといけないっていうことになります。で今おっしゃられたみたいな抗体を入れないで同じ作業をするのもコントロールです。でそれも正しいコントロールで、最も丁寧にはそれもしっかりやらないといけない。それはどっちからやられるんですか？基本的にはインプットだけの人が多いです。でそうですそうです。 なぜかというと抗体なしで同じ実験をして落としてくるとほとんど DNA 取れないんですよ。だからもうそれ読めないので、なかなか。ただ PCR の実験とかであればシークエンスできなかったとしても大きな問題にはならなくて、 DNA の量を測ればいいので、 PCR の実験をするときはその抗体なしでやる人はたくさんいます。わかりました。はい、あ、すいません、今の質問に関してなんですけども、はい、インプットのコントロールは通常ゲノムサイズのどれぐらいのカバレッジで、なんていうかデータ量を取るべきなんでしょうか？正直に言うと、そういうのをちゃんと考えてやったことはなくてですね、さっきも同じようなこと聞かれたんですけど、いつもやり方としては僕がやってるのは IP をしたサンプルと、まあ、同じぐらい読むっていうことだけです。でそのカバレッジがどうとかいうのは実はちょっと気にしていなかったんで、はい、はい、基本的な質問なんですけど、はい、非常に基本的な質問なんですけど、はい、ピンクした場所が17番のこのポット4のところに今マップされているいいからですねっていうデータだと思うんですけど、マッピングされた各データがその17番線が全体に分布するわけですよね、基本的に。その中で一番こうピークに出るところだけを出すようなあのプロトコールなんですか、これ。つまりそのニックの場所の位置の情報というのはこのコマンドのどこにあるかがよくわからなくて位置の情報はちょっと質問の ちょっと質問完全に理解しきってないような気もするんですけど、位置の情報はここです。クロモソーム17番の中に、まあ、すごい大きな配列ですね。その中に、まあ、今タグがおっしゃられている時マップされているわけです。である場所では多くてある場所では少ないっていう、こうプロファイルがクロモソーム17番上にこうバッとあります。でその中に転写開始点というふうに定義づけられている場所が何点もある、無数にあります、数千あります。その中で一番高いところと、いや、その積算です。あ、すいません、質問がちゃんと録画されているように私が言われている。もう一回ということで、あのクロモソーム17番の中の、まあ、転写開始点が、まあ、ちょっと無数になるので、はい、その中でこの部分ミックの部分に、あの、キャプですか、男の部分にミックが引っ付くというデータを出すためにミックの部分がこう選ばれるのは一番そこが引っ付くから選ばれる、で一番のところを選ばれる。まず答えとしては、今出しているデータは、そういうデータではないです。これは CMIC がゲノムのどこにくっついているかっていうデータで、オクト4は今関係ない状態になってます。で、その多分質問としてはですね、 TSS っていうこと自体は分かると思うんですけど、例えばファイル名なんかの CMIC とか自分で勝手に書いているだけで、その別にファイル名なんていくらでも変えられるわけじゃないですか、はい、だけどその TSS っていうのはいっぱいあるんだけど、その場所っていうのは他にもいっぱい、その染色体17番にいっぱい遺伝子あるわけで、どうしてCMIC っていうふうなことを判断してやれてるかっていうのは、そのファイル名しか CMIC しか情報がないんで、 TSS だけだと本当は分からないはずっていう、そういう素朴な疑問があると思うんですけど、私もそう思うんですけど、それはどうなんですか？ちょっと僕理解できてないですね、CMIC なわけですよね、これ結局。このシグナルですよね、うん、そうです。他の遺伝子も染色体17番上にあるはずで、全部の染色体17番上の遺伝子 のごちゃ混ぜ の平均的なものを見ているのか。平均的なものを見ています。あ、じゃあ別に CMIC なわけじゃない、このシグナルは CMIC ですよ。でも CMIC の抗体で免疫沈降してるからです。それはチップ CMIC の実験の一番最初です。細胞があってゲノムの中に CMIC が散らばってます。でその CMIC 特異的にくっつく抗体があるわけですよ。でそれで落としてきて、そのシークエンスタグを読んでるわけですね。でその CMIC のタグがどこにいるかっていうのを見てるんですよね。ひっついた先っていうのは、はい、ひっついた先は無数にあるわけで、はい、まあ、それがじゃあその今見えてる場所っていうのはの遺伝子だったところ、
遺伝子イシミックの、イシミックの遺伝子ではないですよ。クロモソーム17番上にある、たくさんの TSS、まあ、これがこの1行ですか、1行1行1行が一つの遺伝子座の TSS を表しているわけです。はい、でそれを積算したものがこれです。はい、そういうことです。すいません。はい、全部それが遺伝子なんですね。そうです、そうです、そうです。だから、まあ、ものによってはこうやってひっついてないものもあるわけですけど、はい、そういうことです。ちょっとすいません、説明が悪かった。R のリードのオプションなんですけども、TSS と、ジンボディの2つだけ、他にも、ちょっと忘れましたけどいくつかあるんですけど、例えばエンハンサーとか、だそれなんか最近使えなくなっちゃってて、多分こう細胞によってエンハンサーの場所って全然違うので一律で定義してもしょうがないとかいうことだと思うんですけど、まあ、基本は2つ。そうです、そうです。あと、まあ、TSS ってものすごいこう信頼度高く定義できるものなので、うんうん、まあ、その辺はすごく信頼できる。あ、ありがとうございます。で、あとでやるのは、自分でここを決めるっていう解析もします。はい、質問ありがとうございます。だけど、まあ、コントロールもやってちゃんとこう、これが全ての実験に対してこうなるんじゃないですよということをしっかり確認した上で、まあ、これが本当のシグナルだという手がかりにするということですね。はい、というわけで、NGS、まあ、今日の流れとしてはシークエンスを取ってきてマップをしてちょっと時間のかかるファイル変換をした後に NGS プロットっていうパッケージを使って得られたタグがゲノムのある特徴付けられた場所の周辺にどういうふうにいるかっていう積算をグラフにするという方法を勉強していただきました。で、他のやり方で、もっとスペシフィックな場所、ゲノムのどこにそもそも TSS とか関係なくどこにピークがあるのかっていうことを、調べる方法があります。で、それがピークコールという方法です。で、これ先ほど使った図ですけれども、ピークコーリングっていうのはとにかくざっくり言ってしまえばこの とんがりを見つけるためのソフトです。で、そのコントロールはいつも、これは今の場合だったら CMIC に対して例えば免疫進行をして CMIC はここにいるということを言いたいわけです。で、見方は2つあって、 CMIC はこの他のリージョンには全然いないんだけどここにすごい溜まってますよっていう情報でもってこれがピークだというふうに定義する方法が1つで、どっちも使うんですけど、もう1つは CMIC じゃないもので免疫進行してきた時とか、そもそも免疫進行しないで DNA シークエンスをただ読んだ時にはそこにはないですよという情報、この2つの情報でもって、まあ、縦に見て横に見てこれはエンリッチメント、確からしいエンリッチメントだということを調べるわけです。はい、 X は Y って何なんですか。あ、これちょっと別のやつ、なんか別のやつだと思ってください。はい、オクト4でも何でもいいです。すいません、こういうの良くないですね。なんか余計な情報は今度から書かないようにします。はい、というのが、ピークコーリングです。で、はい、今回は N1 だからこれでいいんですけど、 N2 の場合はどのような表記方法になるんですか。 N2 の場合はどっちも出しますね、要求されれば。トータル4検体分のピークを、はい、で、まあ、一応論文の図としてはもうリプレゼンタティブみたいな形で1個出して、でマテリアルズ&メソッドにこれ2回やりましたよということを明記して生データを全てアップロードして、もちろんこっちではどっちもそうだっていうふうになってますよっていうことを確認してます。平均して表記するみたいなことはできない。あ、それやってもいいと思います。はい、それはマッピング、ピークコールちょっと多分ソフトとかでなくて自分でいろいろやんなきゃいけないですけど、マッピングで吐き出されるファイルをちょっと自分で計算すればできますね。はい、それでもまた構わないし、むしろ一番適切だと思います。で、ちなみにそのピークを呼ぶソフトウェアっていうのもなんかいっぱいありまして、今日使うのはこの MAX っていうソフトウェアなんですけど、まあ、その他にもこのちょっとふざけた漫画のホーマーとか、まあ、いろんな、ピークコーラーがあります。で、僕の知る限りにおいては MAX を使っている人が多くて、あと先ほどちょっと質問してくださった方がいたんですけど、とピークがこういうふうにシャープになるときはいいんですけど、こうもっとこうだらだらこういう感じでブロックになるようなこともあって、そういう場合には、サイサーっていう別のソフトウェアを使うという方もいるみたい。これは余談です。というわけで今日はその MAX14、MAX14 を使って、ピークをじゃあコールしてみましょうと。どこにピークがあるのかということを座標情報として Excel ファイルに落とし込んでみましょうということをやります。で、それも、コマンドの中にちゃんとあるはず。これですね。
で今日はクロモソム17番だけなんでそんなに時間かからないはずですので、これを実行してみてください。インプットファイルはバムファイルです。ソーテッドバムとかじゃなくてバムファイルで、ここで名前を指定して、でこの指定した先、ここの部分にコントロールを何にしているかという情報を書きます。このケースであれば免疫鎮抗の実験はオクト4、コントロールは免疫鎮抗なしのインプットで、ファイルフォーマットの指定でバムなります。これをコピペしてやっていただければできるはず。さっきの MGS ロスのことで、はい、ヒートマップ書いたときに、はい、あれは全員で書いてる、例えば、はい、ごめんなさい、17番染色体の全員で書いてヒートマップを作っている。で例えば全ゲノムでやったときに、多分論文とかだとある一定の1以上みたいなところです、全部は見せてないとは思うんですけど、そういうの指定できるんです。例えば1みたいな、これ以上の、シグナルがあるものだけを見せますみたいな。NGS プロットだけだとちょっと分かんないですね。できると思いますけど、こう簡単にできる感じではないんじゃないかなという気がします。はい、全部見せてると思いますね。でそういう場合も あるいは指定できますね。NGS プロットにあります、あります、はい、あります。今日はやらないですけど、はい、でその時に例えばこうハイリーエクスプレスドジーンとか、はいはい、こうノンエクスプレスドジーンとかにして、こう発現してないやつだと全然ピークないけど、発現してるやつだとむっちゃピークあるよとか、そういうデータを出す人もいる。発現データも一応、加味して、そうです、それ別途作ってやらなきゃいけないですね。その RNA 解析とかをして、発現量の低い方から高い方に並べて、その座標さえ分かっていれば、その座標情報をあそこに入れてやることによってできます。ありがとうございます。お話が戻るんですけど、さっきの、はい、NGS プロットでした。NGS プロットのなんかオプション情報とかいうのとすれば、ヘルプとかってあるんですか？出てくるはずだし、あと Google コードなんです、 NGS プロットって、はい、だからもうググって検索するとそのコードとか全部説明してるページが出ていきます。あ、はい。この NGS ドットプロットドットあれっていうのは、あそこに公開されてる？公開されてます、フリーです。はい、はい、僕ソフトウェアのインストールすごい苦手なんですけど、僕でもできるぐらいの、はい、あと、ウィッグファイルとかでも動くんですか？ウィグをインプットにするとですか？はい、ちょっと見たことないですね。動くんかな、動かないんじゃないかな。僕の知る限りでは、まあ、バム系をインプットにして、まあ、座標をベッド系のファイルで指定するっていうタイプが多くて、でも WIG だと多分動かないんじゃないかな。だ10ベースのビンとかになっちゃいますよね、多分発現情報が。はい、座標を指定する方法って簡単に教えてもらえる？何を指定する？座標を指定する。あ、それは、この後出てきます。あ、そうですか。はい、はい、分かりました。この後、つまり今の質問に関連してですけど、 CMIC と OCT4 のピークの位置情報をピークコールで呼んでいるので、まあ、それがどこかっていうことが分かるファイルが出てくるわけですね。だそれを座標情報として OCT4 どこっていうのをやってあげればいいだけで、それももう、スタンダードな出力ファイルの中にそのファイルが入っているので、それを使うだけです。大丈夫ですかね。まだできてない方いらっしゃいますか？じゃあちょっとこれを使わせていただきます。こういうファイルが出てきまして、ちゃんと名前とかフォーマットが何だったかとか、何を、元にしてピークを読んだかみたいなことが、必ず出てきます。それでちょっと下にで、今ほとんどのセッティングをデフォルトセッティングでやってるんですけど、まあ、そのデフォルトのところをあえて変えることはあまりないので、まあ、それはちょっと気にしないでいただいて、大事なのがこの情報です。この一つ一つの行がMAX っていうソフトウェアが、ここはタグが溜まってますよっていうことを認識したサイト、つまりピークの場所を表してます。で今日は、皆さんクロモソーム17だけで実験をしているので、まあ、全部クロモソーム17になっているはずです。でまあ情報としては、クロモソーム17番のどこがピークのスタートで、どこがピークの終わりだったか、でそのピークの長さっていうのはどれぐらいだったか、でこのサミットっていう情報は後で使いますけれども、そのピークの中心っていうのが、まあ、どこにあったか、そのスタートから数えてどこにあったかと、ね、こうだったら38292っていう塩基番号のところがピークのスタートで、そこから603ベースいったら真ん中ですよ、そういうことが分かります。
で、その他の最も重要な情報の2つは、そのピークの中にリードが何タグ落ちてたかっていう情報がこの F 列のところに今出てきてますね。それとフォールドエンリッチメント、これはインプットのシークエンスに対してそのピークの部分にたまったタグの量が何倍だったかっていうことがここにこうやって出てきてます。でこれなんかパッと見ると分かりますけど、これとかいいですよね。70倍近くインプットとの間に差がある。でちょっとこれとかどうなの、5倍とかどうなのって話になりますね。でこの70倍のやつ何がいいかっていうと、タグもいっぱい落ちてますよね、他のやつに比べて。インプットに対するフォールドもすごくいいし、まあ、その中にいっぱいタグが落ちてるのがこれはでかいピークなんだなっていうことがまあ分かると思います。ちょっと右にちょっとずらしていただいていいですか。あ、これだ。で一応ここにあのファルスディスカバリーレートが出てきてるし、ここに P バリューも、ログにしたものですけど出てくるので、一応統計値が与えられてます。ただこれ MAX を作った人たちのページに行くと、自分が正しく実験をしてると思うんだったらその統計値をあまり気にするなっていうことが書いてあって、そこをあんまり使わないでねっていうことをなんかあらかじめ、提言されてます。でこうそれはちょっとこっち見ていただいて、で結局そのコールされたピークが全部信頼できるんだったらすごい幸せなんですけど、まあ、今現状はそうではなくて、まあ、自分でちょっとクライテリアを設定してこっから上は信頼できるピークですよってことを、まあ、決めてやらないといけないということになります。で絶対的な方法はないんですけれども、まあ、いくつかの工夫を加えることでポテンシャルな偽ピークを排除することができます。でもうちょうどいいのでちょっとこれで説明させていただくと、一番重要なのがさっき のインプットと X というふうにして出した図を見て思い出していただきたいんですけど、大事なのはインプットに対してどれぐらいエンリッチしていたかっていうフォールドエンリッチメントのところと、ピークの中にどれぐらいのタグが入っていたかっていうことなので、単純にフォールドエンリッチメントとタグを優先してこのファイルを並び替えてやればいいだけになります。でちょっと並び替えていただいていいですかね。高順です だからフォールドエンリッチメントが高くてタグがいっぱい入っているというピークからこう並べ替えてやるようなイメージになります。多分使い慣れてないソフトできないソフトしないと言われて、多分みんな、なるほど、どこにも読んだと思うんですけど、ちょっと僕はいつも Excel でやっているんですが、まあ、とにかく並べ替えることができれば何でもいいです。そのリラックス上でやってもいいし、フォールドエンリッチメント、これですね、これともう一個タグ2つ一緒にちょっと、2つ一緒に並び替えると何か片方を優先すること、あ、じゃあまずはじゃあフォールドで、はい、あ、さっきのやつが一番いいやつだったんですね。まあ、こういうふうにすると、まあ、フォールドがすごくいいやつが、まあ、取れると。であとはもう、今日はちょっと細かく実習することはできないですけれども、それ何倍までは信用するかみたいな、結構人によっていろいろありまして、やり方としては10倍以上は信じますとか、トップ100を使って解析をしましたとか、まあ、みんなそういうことをしていると思います。で、このファイルの見方っていうのはもう本当そんなもんで、次にそのチップシークがうまくいっているかっていうのを、その UCSC のゲノムブラウザを使ってチェックするっていう方法を紹介します。まあ、こういう、まあ、ページに、ページとしてはこういうページが 見えてますかね。そしたらその左上のこの辺にゲノムブラウザーっていうところがありますので、そこにちょっと行っていただいて、見れてます？あ、じゃあ見れている方は、ここに Add Custom Tracks っていうところがあるんです。つまり自分で作ったトラックを自由にアップロードできるところなんですが、そこをクリックしていただくと、こういうページになるはずです。ただちょっと解説が簡単に説明できますけど、ここで種名を指定するところがありますので、マップしたのは
ヒューマンゲノムの19なので、このゲノムのところをヒューマンにしてアセンブリーのバージョンを HG19 というふうに書いてください。でそしたらですね、ここのブラウズっていうところから先ほどのファイルをもし可能だったらアップロードしていただきたい。嫌な人はこっちに全部出しますので、やらなくても大丈夫で、アップロードするだけなんで、これはなんかインフォマティックな解析というよりはファイルさえできてしまえばあとは自分で見れますよっていう、まあ、そういう具体例なので、一応比較対象としてインプットを入れて、だから2つになるはずね。そのちょっとファイル名違いますけど、さっきクロモソーム17のなんたらトリートっていうのとなんたらコントロールっていうのがここにまあ出てくるような状態に、ちょっと遅くなっちゃうと思うんで、多分あんまり頑張りすぎてもあれなんで、ちょっともう説明を進めていきますけれども、でちょっとこれがアップロード今してる最中の方は後からでも、いじれますので、してるしたできたつもりで、でできたらここに Go to Genome Browser っていうところがありますので、そこを押してみるとなんかこういう感じの画面が出てくるはずです。で、まあ、ちょっとその人がどういうふうに使っているかで、ファーストページがどこに飛ぶかっていうのが人によって、どの染色体に行くかっていうのは人によって違うんですけど、まあ行ったらここのところに TP53 という、遺伝子の名前を打ち込んでいただくと、その遺伝子の近くに飛べますので行ってみてください、行ける人は。でその際に最初自分でアップロードしたカスタムトラックはこういう、まあ、ヒートマップみたいな形で出てくるんですけど、それよりはこういうギザギザの方が分かりやすいので、もしここまでいけている方はこの端のブロックをちょっと叩くと、ハイドですかデンスですかフルですかみたいな、このフル表示しますかっていうことを聞いてくれるところが出てくるので、そこをフルに変えていただくとこのページに行けるはずです。とにかく繰り返しなんですけど、 WIG ファイルさえできてしまえば、あとは UCSC ジェノムブラウザーにアクセスしてカスタムのトラックのところからアップロードするだけです。これはチップシークやってる人いっぱいいて、先ほどから解析したいデータがあるときは SRA とか FASTAQ から必ずやらなければいけないのかという質問があったんですが、その調べたいデータを作った人が親切な人の場合、この UCSC のゲノムブラウザーの中にその人たちが作ったトラックをあらかじめ上げてくれている場合が結構あります。でそれはトラックサーチっていう、さっきの例えばこういうページ、必ずこのページはいけると思うんですけど、この中にトラックサーチっていうページがあって、そこで例えば自分の見たい MIC とか H3K27 のアセチルとかタイプすると必ず出てきて、でそれをそのまま使って見ることができたりするので、感覚的な解析をするときにはこのブラウザは非常に便利です。ですね、ちょっと重いみたいなの申し訳ないですが、アップロードできて WIG のファイルを開くと、 WIG のファイルはどういうふうになっているかというと、今もう講義資料は別のクロモソームの領域も入っているんですけども、17番の P53 の領域だけ解説すると、こういうふうになります。でこっちがインプットで、こっちがこの場合はオクト4のチップシークのデータで、この一本一本のシグナルがタグがマップされた量を表しているということになります。で、まあ、そこにさらに CMIC の方の WIG ファイルで同じことをして、それもアップロードすると今度こうやって並べて見れたりするわけです。でこれが CMIC で、これがオクト4で、これがコントロールと、でこの P53 というもう中身はどうでもいい、そういう遺伝子の、まあ、このプロモーターの近くに MIC なりオクト4のピークがある、まあ、ちょっとMIC のピークはすごいちゃんとしておくと、オクトのピークはこれすごいしょぼしょぼなんですけど、そういうことが分かります。でこれはちょっと最初の方でも話したことなんですけど、これが生データを可視化した P53 のローカスのMIC とオクト4のチップシークのタグの分布なんですが、この論文を作った人たちの論文のデータを見ると、なんかこれが P53 で、なんかすごいむっちゃ綺麗な感じになってますよね。
こういうことが生データを解析するとよくあるんですよ。で生データを見るとこう明らかにミックはいいです、こうビシッてなってるけど、オクト4結構シグナル微妙な感じに見えるのに、まあ、なんかいろんなノーマライズをしてるのか図の表記を変えてるのかわからないですけど、ノフの図でこういうファンシーな図を見るとなんかむっちゃ綺麗になってる。でそれを生データに行くとなんかこれ本当っていうふうになることが結構あるっていうことをちょっと例として出したいなと思います。でこれは別のローカスで全く同じこと言ってるだけなんで飛ばします。なので今みたいな形で MAX でピークをコールして WIG ファイルっていうのを生成すると、その後難しいコマンドラインが全然打てなくてもそれを UCSC のゲノムブラウザにアップロードするだけで、そのタグがどういう文法をしているかっていうことに関するかなり感覚的な解析をすることができます。で RNA シークをしたりする人でも同じように WIG じゃないですけど、あ WIG か、 WIG ファイルを作ってアップロードして自分が見ているその変化みたいなのが生のデータでタグの変化だけをただ可視化するとどうなのかっていうのをやる人は結構いるみたいということと、そのデータのリプレゼンテーションというのは結構人によって違うので、その今見ているチップシークのデータが自分の研究にとってものすごい大事なんだっていうのであれば、こういうふうに生データに戻ってしっかり観察することっていうのが大事ですよっていうのをちょっとメッセージとして、伝えます。でこれも、解析というよりはお話で、MAX でピークをコールすると、さっきの Excel のファイルでどこにどんなピークがありますよっていう座標のデータが出たりとか、先ほどの WIG ファイルのように可視化ファイルもできます。その他にベッドファイルっていう形式のフォーマットのファイルもできます。でベッドファイルっていうのは実は自分で解析して作るケースもありますけど、今日のデータはそうですけど、もともとの GO のデータベースの中にベッドファイルが入っていることもあって、でベッドファイル、開いていただいたら分かるんですけど、ただの座標情報です。 MAX のExcel のちょっとすいません、ちょっと説明が前後してますけど、基本的にはここの情報だけがあるような形です。だピークの場所だけ記録したすごいファイル数の少ない、あファイルじゃない、重さの小さい軽い、ファイル形式です。でピークがどれぐらい縦にでかいかとかそういう情報は一切ないんですが、どこにピークがあったとコールされたかという情報だけがベッドファイルの中に記録されています。でこれもちょっともうネットに接続するのが大変なので説明するだけにしますが、とベッドファイルをやっぱりこのゲノムブラウザに全く同じようにアップロードすることができて、そうすると、こういうふうに見えます。でこれは WIG ファイルで生データのタグの分布を示した図ですが、これと同じデータでピークをコールして、ベッド、つまりピークがどこにあったかという座標情報だけのファイルを作り出してそれをアップロードすると、まあ、こういう感じでここにピークが呼ばれてますよっていうバーの情報を出すことができます。でこれはベッドファイルを著者たちがアップロードしてくれている場合は本当ただダウンロードして UCSC のゲノムブラウザに行ってアップロードして見るだけなんで、当たりをつけたいだけであればもうむちゃくちゃ簡単で、これはなかなかおすすめです。質問とかあります？大丈夫ですか？ちょっと喋り続けてますけど、はい、ピックのエクセルファイル以外にもネガティブピックっていうファイルもあったんですけど、はい、質問ありがとうございます。ネガティブピークっていうのはなかなか重要なファイル で今インプットをインプットにして当たり前のこと言ってますけど、オクト4で免疫沈降したものを免疫沈降した IP としてピークをコールしてますよね。だこっちになくてこっちにあるのを読んでる。でさっきちょっと質問していただいたときにインプットなんか平らで当たり前なんじゃないのっていう質問があったんですけど、実際結構そうじゃなくて、インプットの中にピークがあるケースがあるんです。でそれをコールするために本来だったらオクト4っていうふうに 今であればなっている方をインプットだと思うことにして、インプットの方を自分が免疫沈降した方のサンプルだと思うことにして、関係を逆にしてピークをコールしてるんです。ネガティブピークの中に入っているのはざっくり言えばインプットの中でこう膨らみがあるところになります。で最初の解析でそこをバシッとちゃんと抜く人もいる感じです、はい、だそういうのも出てくるんで、やっぱりコントロールがあるとやりやすいですよですね。これもちょっと今ピークを見ていて、例えばこう感覚としてこれがピークだっていうのはコントロールがこんなもんなので主観的には確かにそうかなと思いますけど、だこれどうですかね、これピークなんですかねとか、なんかそういう問題が多分本当に研究を始めてデータ解析していくと、これ本当にピークかなってのよく出てくる
です。で結局答えが出るとそれを検証する方法っていうのは抗体とケースによってこう全然違うんですね。でちゃんと確認する方法はもう実験をするっていうのが一番です。で一つが例えばオクト4、これ僕のデータちょっと適当に出してるんですけど、チップをしてそこにどれぐらい PCR したらシグナルがあったかっていうのを縦軸に表します。で例えばピーク1でこれぐらいシグナルが出てましたよって、それだけ理解していただければ。で例えば今オクト4でチップをしてこのデータが出た時にオクト4を細胞の中からなくしてやって、でやっぱりオクト4の抗体で免疫進行してきてシグナルが消えるか、でこれちゃんと消えてるので、これはシグナルっていうのは確かにオクト4が持ってたシグナルなんだなっていうことを手がかりとして得ることができます。でさらにここまでやる人はあまりいないですけど、同じタンパク質に対して全く別の抗体を作る、でそれで全く同じ実験をする、でこれ赤が抗体1で緑が抗体2のデータなんですけど、そのデータを見たときにそのシグナルのパターンが似てる、まあ、そういうことによって違う抗体でやっても同じ結果が出るんだから、このシグナルはかなり確からしいよねということを確認する人がいます。で結局そういうのも目的によって、そのゲノムワイドな解析をしたい人と、例えばなんで iPS 細胞が作れるんだろうとか、かなりメカニズムによる仕事をしたい人でかなり動機が違いますよね。でゲノムワイドな解析をしたい人っていうのは、ある分子が動くときのゲノムワイドに通用するルールを抽出したいわけで、まあ、そういうケースと、ただ特定の生命現象を説明するための答えを探しているような実験をするときでは、チップシークをすることでもかなりこう違う。例えばゲノムワイドな解析をしたいんだったら、なるべくたくさんピーク欲しいですよね。だからシークエンスのデプスもすごいなきゃいけないかもしれないし、その各シグナルが正しいかっていうことよりも、とにかくシグナルをたくさん取るってことが大事だと思います。である生命現象を説明するために実験をしているときには、もうとにかくそのピークが本当にそれなのかっていうのはものすごい大事になるので、そこを徹底的にやらなきゃいけなくて、なんかこういう感じの質問結構されてるんですけど、もう答えはなくて、その状況状況で自分が何を大事にしなきゃいけないかっていうのはちゃんとジャッジしていく必要があります。で、まあ、ピークコーリングがここまでです。MAX というソフトウェアを使ってBAM ファイルの系列をインプットにして、ピークの場所がどこなのかという情報と、そのピークがコントロールに対して何倍ぐらいでかいのかという情報と、そのピークの中にいてどれぐらいの配列のタグが落ちていたかというのを吐き出してくれるソフトでした。でこのちょっと発展編の一つ目だけは必ずやりたいんですけれども、今その CMIC っていうもののタグがすでに定義された転写回視点とかジーンボディっていったところの周りにどういうふうに分布しているかっていう、まあ、あらかじめ定められた座標に対して CMIC なりオクト4がどういうふうに分布しているかっていうのを調べました。でちょっと発展編として、今もう皆さんは MAX で、データを読んだので、 CMIC がどこにいてオクト4がどこにいるかってことは、ファイルの中に入ってるわけですね。でその2つのファイルをイメージとしては照合して、CMIC がいるところの周りでオクト4がどう振る舞ってるのかなとか、オクト4の周りで CMIC がどうなってるのかなってことを NGS プロットをちょっと工夫するだけでできることができます。もうちょっと後で直しますけど、ほとんど中心と被ってるんですけど、このサミット .bed っていうファイルが MAX をやった人のそのディレクトリの中に出てるはずです。それをちょっと探してみていただけないでしょうか。結構できてるんですね。できてる方は、こういう、ファイルが、まあ、あることをちょっと確認してください。これだったらクロモソーム17番の CMIC のチップで、そのピークの、まあ、高かったところの座標がどこなんだっていうことを表しているファイルになります。でこれがあることを確認できた方は、それのオクト4も見つけてみてください。あります？ありました。大丈夫ですか？そうすると今度重ね合わせをするときに考えるのは、何を中心に何を重ね合わせるのかってことを考えるわけですけど、まあ、とりあえずオクト4を中心にしてそこに CMIC をかぶせてみるということをしてみましょう。逆でももちろんいいですけどね。で今もうサミットベッドファイルを見つけたわけなので、それで OK。 で重ね合わせる先は今はオクト4なので、クロモソーム17のオクト4のサミットのベッドっていうファイルをちゃんとあることを確認してください。
実際のコマンド例を今出してますけど、とさっきとほとんど一緒です。と NGS プロットのクロモソーム17じゃない、ヒューマンゲノムの19ってこのコピペする場所があるんで、とこのファイルがあることが分かった人はこのコマンドを、コピペして実行してみてください。で、エクスポートをするのを忘れないように。NGS プロットのアウトプットファイルはさっきと全く同じ形のが出てくるはずです。名前に応じて、でその中のさっき見たアベレージプロットとヒートマップを見ていただければそれが答え合わせ。ちょっとできてる方もいるみたいなので、とりあえずここのファイルの説明だけちょっとして、でできない方は後で個別に聞いていただいたり、この後ちょっとやるっていうことで、で今回は CMIC のピークのある一番高いところっていうのを今度集めて、 TSS ではなくて集めてきて、まあ、その周りに Octo4 はどういうふうにいますかっていうデータを作ってみたということになります。でこれが一行一行がそのなんか言い間違いますが CMIC のピークの場所ですね。でその各座標に対して中央部のところに赤い Octo4 のシグナルがこうキュッと集まってるっていうのが、このヒートマップを見ると分かるかなと思います。でこれを積算して描いたのがこの図で、結局結論としては CMIC を中心にしたところにオクトフォームも同じところにいるよっていうことが分かるということになります。でコントロール結局どうしようかっていう話になるわけですけども、これはインプットに対して全く同じ計算を仕掛けていただくと、まあ、こういうふうになる。で縦軸のところ、この積算図はなんかピークになっているようにあたかも見えますけど、この縦軸のところに何もしてない、ここは高さが先ほどの図とは全然違って、でヒートマップを見るとインプット、つまりただ DNA をシークエンスしただけのタグを CMIC のバインディングサイトの周りに、これちょっとラベル間違ってますけど、マップすると、まあ、中央部分のところに特にこう赤い集合が出てこないなっていうことが分かると思います。で複数データを重ね合わせるときは、ちょっとこれは説明するだけにするので聞いていただけるとありがたいです。と NGS プロットが吐き出すファイルの中にフォルダがこう出てきてるはずなんですけど、その中にアベレージプロット .txt っていうのがありまして、これ単純にこの各座標のスコアが単にこう文字列として並んでいるデータになります。でそれを開いて単に重ね合わせると、まあ、こういうふうな図を作れまして、でインプットがこれ、まあ、こんな感じになって、で CMIC のバインディングサイトの周りにオクト4はすごいいるけれども、インプットのシークエンスではこういうシグナルは出てこない、こういうパターンは出てこないということが分かるということになります。で繰り返しになりますので、ここまで来ていない方は、個別に聞いてください。でこれなんか練習、この時作った時はまだ余裕があるかなと思って練習問題でも出すかと思ったんですけど、まあこれは後で、別途ウェブの方に答えを載っけることにしますが、全く同じ要領で今度 CMIC なり Octo4 っていうのをこうひっくり返せば、いろんなことができると、僕も書いてる時にこの話逆になったりしてますけど、ができるということ でしかもその座標っていうのは自分でピークをコールして座標さえしっかり決めてしまえば何に対しても同じ解析ができますということでした。はい。でピークが呼べてる方、ピークが呼べてない方っていらっしゃいますか？そのエクセルのファイルがない方、あそれがなければ、あった、いや、なんか USB 経由とかで渡したりとかってできますか？USB 何個かあるっけ？他にない人？はい、この方にいらっしゃいます。オクト4、CMIC のどちらかだけでも、あれば大丈夫です。でよく論文に登場する、チップシーク解析の、まあ、代表的なパイプラインの最後になるんですけれども、モチーフ解析です。でこれはどういうことかっていうと、今回のケースであれば CMIC なり Octo4 なりが集まっているところの配列に何か特徴がないかと、バインディングサイトに必ずこういう文字列があるんじゃないかみたいなことを、まあ、調べることができる、ソフトがいろいろあります。
でもう一回言いますけど、自分の調べたいタンパク質が溜まっているゲノム配列にどういう特徴があるかということを調べます。で今日使うのはこのちょっとウェブを使うので最後までいかないと思うんですけど、 MIM っていうソフトウェアとか FIRE とか、かなりいろんなソフトウェアが今こうどん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 作られていますが、一番簡単にそのリラックスとか使えなくてもできるのがこの MIM です。で必要なものっていうのは、とにかく結合サイトの塩基配列のマルチファスタファイルです。とにかく塩基配列のリストがあればいい。もう一つが当たり前ですけど専用のソフトウェアで、 MIM は繰り返しになりますけども、普通にユーザーフレンドリーな、単にネットを開いて検索すると出てくるところで使えます。で今度解析したい部分のマルチファスタファイルを作んないといけないわけですよね。で今皆さんもゲノムのどこに CMYC なり OCT4 がエンリッチしているかっていうピークのファイルを、ほとんどの方は持っているはずですので、座標が分かっているわけです。でその座標を使って配列を取り出してやるということをします。で座標の場所っていうのは、今日の場合は MAX でコールしたピークファイル の, あの Excel のファイルを元にすれば使うことができます。でその配列を抽出するソフトっていうのも、例えばエンボスのなんだっけエクストラクトシークとかいろいろあるんですけども、とネットで僕がこれ分かりやすいのないかなと思って検索したら、ここでも交渉されたはずのボーノさんが紹介していたブラストプラスを使う方法があったので、それを紹介しようと思います。でこのブラストプラスの DBCMD という、とにかく染色体のある任意の領域から自分の好きな配列を取り出してきてファスタファイルにするっていうのに必要なものっていうのは、当然ですけれども大元の配列です。で今日はクロモソーム17に解析を絞っているので、クロモソーム17の配列をすで、にお渡ししてあります。でその配列をこの makeblastdb という、コマンドを使ってフォーマット化まずするということになります。でこれはこれを、コピー用コマンドの中にもありますけれども、今いる川岡っていうディレクトリの中でこれを実行していただければいいので、ちょっと実行してみてください。でその makeblastdb っていうのが終わった方は、ちょっと練習でこのコマンドをここに今やっていただいてますけど、あるように打ち込んでいただけると、こういうふうにデータが出てきますよっていうことを確認できます。つまり考え方としては、今皆さんのピークファイルを見たら、各ピークごとにどこからどこまでがピークですよっていう情報がずらーって並んでいるので、でクロモソーム17番の ここだけ変えてやったらいっぱいピークの配列が取れますよね。でそれができるようになったら、今度は考えることっていうのは、さっきの話と一緒ですけど、どこまでをピークとして信用するのかっていう問題が、いつもいっぱい出てきて、これはフレキシブルに変えるしかないです。でとりあえず例えばフォールドエンリッチメントとかタグで相当してトップ何番を使うとか、そういうふうなことを考えてやることになります。で今回の場合だったら、例えばトップ500とか、トップ100とかでも全然いいんですけど、それを取ってみましょうということになります。あともう一つ、やる人で考えるのは、ピークの全体を取るのか、その真ん中にすごいタグが集まっているところだけを取るのかっていうので結果が変わるっていうこともありますので、その辺は試行錯誤していかないといけないということになります。とりあえずそういうのは後で考えることにして、いっぱい取り出してみましょう。でExcel じゃないので、Excel じゃないんですよね。ほとんどの方が Excel じゃないですよね。だから Excel と同じことができるかどうかっていうのはすごい不安なんですけど、一応まずバッと解説をさせてください。すごいローテクで、MAX の Excel ファイル、結果ファイルを開きます。でじゃあさっきこのやっつくときは、先ほど並べ替えてあるはずってありましたが、並べ替えてない場合は並べ替えてみてください。フォールドエンリッチメントとタグのところが多いやつを優先すると、そしたらですね、並べ替えられた人も並べ替えられなかった方も、結局とにかく大量にファイルを取りましょうというのがまず最初の目標なので、一番端っこ右端までちょっと行っていただいて、でここに、作りたいファイルの名前を適当に入れます。
でこの場合だったら500個取り出したいので、例えばピーク001からピーク002、003、004みたいな感じで、Excel であればこうドラッグしてビーって引っ張っていけば、そういう名前を各ピークについて与えることができます。これあの Excel でやってるのでちょっと同じことができるかわからないですけど、一回解説をすると、そのピークに名前を与えた隣の列に、まあ、数式としてイコールとしてこれで囲って、ブラスト DBCM にこれちょっとフォントにって話なんで、これちょっと直して、でファイルの名前なり、まずここにクロモソームが入るので、クロモソーム 17.fa で、本当の解析だったらクロモソーム17だけじゃないので、ここはこういうふうにしないといけない。クロモソーム2の時だったらここがクロモソーム2になって、クロモソーム1の時だったら1になるというふうな形にして、でエントリーオールときて、でレンジどこからどこまで取りますかっていうのは、今の場合はピークのスタートとエンドのカラムを指定すればいいので、ここで指定します。でこういうふうにして作ったファイルを、先ほどは Linux 上に出力しましたけど、テキストファイルとしてまとめたいので、これ入れて、でピーク名ドットテキストっていうふうにする。でこれが1個ちゃんとできちゃえば、あとはこうビーって引っ張ると、各ピークに対して配列を抽出しなさいっていう命令文を書くことができるはずです。繰り返しになりますが、ここにできたものっていうのを、Emacs とか Agilit とかでコピー&ペーストして、それを例えば extractseq.sh みたいな名前をつけていただいて、で他にもここにちょっと自分のやり方で VI を使うやり方を書いてるんですけど、これはされる人はほとんどいないということなので、 Emacs か Agilit で、さっきの列をシェルスクリプト化してください。でシェルスクリプトができたらば、そのシェルスクリプトを、もう思い思いの名前でいいんですけど、それを実行していただくと、ピーク 001.txt、ピーク 002.txt、ピーク 003.txt っていうのがわーっと出てくるはずだと思います。でファイルができたら、全部ピーク何何何っていうファイルになっているので、cat っていうコマンドを使って、 cat ピーク以下何でもっていうのを、例えばピークオールドットテキストみたいな形で、結合すれば、今使っているオクトフォーなりミックの結合サイトの延期配列を含むマルチファスタファイルを作ることができます。もう完璧に。でそのできたファイルを、開くと、こういうふうに、マルチファスタなので各シークエンスの名前とシークエンスとっていうのがどん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 つながっているようなファイルになるはずです。でその考えることによって、取り出す領域をピーク全体にするんじゃなくて、こう真ん中だけ取り出すとかいうときは、どっからどこまで取り出すっていうところを、ご自身で、改変すればいいだけなので、まあ、この辺はかなり、その目的に応じて応用してみてください。で、ファイルができたとして、ちょっと皆さんでネットにつないじゃうとやっぱりできないみたいなんで、ここでちょっと実演していただこうと思うので、ちょっと終わった方は前を見ていただいて、とマルチファスタファイルが今あって、そのピークの、まあ、列ができてる。でそれをこの例えば MIM チップっていうオンラインのところにアップロードしてやると、その配列の中に共通して現れてくるモチーフはどんなのがあるかみたいなことを出してくれるということになります。それで今作ったマルチファスタファイルをここにアップロードする。そしたらあとはここでモチーフのデータベースを何にするかっていうのなんですけれども、ジャスパーコアっていうのがあるはず。ちょっと変わってますね。更新さ、これで。で今アップロードするマルチファスタファイルを決めて、ちょっとメアドだけ書かなきゃいけないです。書いて、でユニバーサルオプションズじゃない、その下の MIM のオプションズ、ここのちょっと見えないですね、ちょっと下げていただいていいですか。はい、でここのところに、モチーフの長さをどうするかとかいう情報があって、モチーフ一般的にそんなに長くないので、いつも最初スタートのところでミニマムを4にして、こういう資料の方も4から10になってますか。でマキシマムを10にしてます。
で、まあ、こういうふうにして、取ってきたピークの塩基配列情報をマルチファーストファイル化して、それをこういうところにアップロードしたり、まあ、自分のところに MIM を落としてきて Linux で走らせてもいいんですけど、アップロードしてとスタートサーチ、この最後のちょっと下に下がっていただいてっていうのをして待ってると、ちょっと時間かかりますけど、でこの講義上のやつはトップ500のピークでやってて、でもピークの数が増える分には結果はだい変わらないはずなんですが、でちょっとまあ時間かかるのでこっちをちょっと見ていただいて、例えばオクト4でトップ500のピーク、クロモソーム17からのピークを持ってきてマルチファストファイルを作って、この MIM のところでこうコールすると、まあ、こういう塩基配列がオクト4のモチーフの中にいっぱいありますよ、統計的優位に出てきますよっていうモチーフがこうやって出てくる。で一応使った著者らの話を見ると、まあ、全体でやった解析でもこの ATGCACA っていう配列が出てきているので、まあ、クロモソーム17番だけでも似たようなことができましたっていう、まあ、答え合わせになります。でミクロ法でも全く同じことができて、多分これちょっと増やしちゃったからトップ500に絞ったらいくと思うんですけど、これ100、あ100だと少ないですね、はい、でも、基本的には同じことです。ミックの方でも論文で呼ばれている CSEATG っていうモチーフをクロモソーム17のミックのピークを見ることによって取ってくることができるということになります。でなんかいろいろ駆け足で説明してきたんですけども、チップシークをやるときに、まあ、どういうことが大事ですかって聞かれたら、やっぱり言わずもがなで当たり前なんですけど、一番大事なのはいい抗体がやっぱり一番大事です。とにかくチップシークっていう方法はタンパク質がゲノムのどこにいるかっていう情報をタンパク質にくっついている DNA を引っ張ってきて、それをシークエンスすることによって、まあ、予想を想像してやろうっていう手法なので、大前提としてその抗体が目的のタンパク質をちゃんと引っ張ってきてるんですよってことが保証されているってことがすごい重要です。で当然その抗体を使って落としてきたチップした DNAっていうのがすごい良質である必要もあるし、何回か質問されてますけど、リード数としても例えば1億とかどんどん稼いでやらないと上手に結果が出ない時があります。ただしこれはその見たいものがヒストンなのかとか転写因子なのかミックなのかオフト4なのかっていうところで、いちいち理想的には最適化しないといけないことなので、必ずこうしなさいというのはありません。あと先ほどちょっと実験データを示したように、もし新規のタンパクに対して実験をする場合には、まあ、丁寧なバリデーション、例えば2つの抗体を使ってやるとか、チップして出てきたシグナルがそのタンパク質を細胞から消してやったら取れなくなるとか、まあ、そういうことを組み合わせるっていう話と、あとは何回も強調してますけど、目的に応じてこういう基準を使い分けていくっていうことが非常に大事になります。はい、でいろいろこう多分もっといっぱい書かなきゃいけないですけど、ちょっと準備の段階でいろいろお世話になった先生にちょっと謝罪をして、とりあえず講義の流れとしてはチップシークの、実習はここまでになります。はい、あのなんか素人の質問なのかもしれないですけど、チップって結局あの、自分の、最初の興味対象のタンパク質がどんなところに位置しているか、でそれは分かった。でその後に個人的にあの気になるのは、その例えば TSS ですね。そうすると、その下流にあるタンパク質の性質っていうのがなんか知りたくなってくるのが、はい、なんか素人なのかな。でそういうのを例えばアノテーションとかを全部集めて、あこのタンパク質は、こういう生命現象の、転写を司っているタンパク質なんだなっていうふうにこうなんかこう納得感があると思うんですけども、その辺 の, そのアノテーションをこうグッとまとめてこう。イメージしやすい薬の解析っていうのはあるんですか。はい、あります。MAX の結果でとにかくピークがどこにあるかっていう座標情報がありますね。で例えばホーマーとかのソフトウェアを使うと、そのピークから例えば一番近いところにある遺伝子の名前は何みたいなカラムを作ってくれるっていうのもあるし、もっと客観的に10キロ以内とか100キロ以内にどの遺伝子があるっていうのを出してくれるわけです。とそういうものを使ってまとめていくことになります。で例えば今のお話で他の講義でもあったと思いますが、 RNA シークをして
例えばミックをいっぱい出した時とミックを全然なくしちゃった時で RNA シークをして、こういう遺伝子の発現が変動するわけですよね。でその発現した遺伝子は何だっていうリストとミックがクロマチンのどこにいるっていうのを記録したファイルを、まあ、照合することによって、まあ、そういう話をするっていうのは、ホーマーとかのソフトウェアを使えばすることができます。例えば今日持ってる情報があればその後やりたいことっていうのは大体できるはずです。はい、はい、前の話で、はい、インプットに N で2やるときもあると、まあ、その方がまあいいという話でしたけど、ピーク検出するときそのインプットはどのように使えばいいんですか。その N2 ってことは他の条件も N2 なんで、それぞれの時に測定したインプットでピーク検出するんですか。それ、あ、そういう、そういうふうにしてます、はい、あ、別にインプットを平均化してピーク検出に使うとかでは、あ、それをやってもいいはずです。あの、さっきの話もありますけど、ただ実験するときにインプットって基本的にタンパク質を取ってその全部混ぜ混ぜの状態で DNA を粉々にして、なんか同じチューブから取ったのをインプットにしてるので、そのチップをするたびに固有のインプットがあって、そこは対応付けると。でおっしゃられてるみたいにそれを後で平均化するっていうのは全く構わないはずで。ありがとうございます。他食べたりするさ、あのモチーフのところなんですけど、はい、これってあのポジションごとの、多数決を取ってるでモチーフを決定してるんですよね。はい、とするとあの例えば CACGEGC っていう配列がない場合もある。ない場合もあります。はい、でそれは統計上の問題で、今なんかそういうのを改良しようとしている人が結構いるみたいです。なんか感覚的には多い多いと思うんですけどね、そういうのは。そのこのモチーフが呼ばれているのに、今質問は CACGTG っていうモチーフが全ての CMIC のピークに必ずあるかっていう話ですよね。あ、もうそうですし、で例えばそうじゃ、頭が C だったら最後はなんか別の配列になきゃいけない場合もあったりするのかなとか。あ、はい、そういうのも立体構造とか考えたときに、はい、そういうのもあると思います。そんでこのロゴちょっと綺麗すぎますけど、こっちのロゴとか見ると、例えばここの部分は T でも C でもいいとか C でも T でもいいとか、そういうこともあるので、はい、あ、